今開始中です。前回の放送から1週間後、 YouTube が盛んな令和2年4月に発足した残りの5割チャンネルは、放送後5月3日の時点でチャンネル登録者数3000人を超えた。これは現在の貨幣価値に換算すると約300万人に相当する。ある日曜日の夜、一つの伝説が始まろうとしていた。神の神域と呼ばれ、日本のイラスト界に君臨する女の伝説が、その女の名は米山舞。はい、どうもこんばんは。パロ、家では裸短期待ち。はい、どうもこんばんは。どうもこんばんは。いかがでしょうか。ちょっと噛んだでしょう。神の神域、神の神域ってなんだよ。間違えちゃった。すいません、ちょっと間違えちゃいました。せっかく手はず打ってきたはずなんですけどね。あ、でもちゃんと赤木って分かってくれてる。あ、よかった。よかったよかった。ちょっとね、渋めのネタだったんで大丈夫かって。すっごい直前に台本書いててめっちゃ笑った。で、台本ちゃんと書いてました。うん、しっかりとね。今日もやってまいりましたね。やってまいりましたね。ちょっと、うん、直前までちょっとゲームをやってしまっていて、うん、ちょっとね、聞いてくださいよ、もう。いや、もう、神ゲーがね、この男たち。いや、神ゲーがあってさ、なんか、なんだっけ、あの、陶芸マスター。ね、そう、ね。陶芸マスターってゲームなんだけど。30分ぐらい前に集まろうって言ってるのに、パローさんのさ、スチームがさ、陶芸マスターって書いてあって。いや、陶芸マスターね、めちゃくちゃ面白いわ。みんなね、あの、陶芸マスターやると、マジでいいですよ。もうあのスチームでね、今300いくらで買えるんで、もう陶芸マスター買うしかないですね。うん、ちょっとこれめちゃくちゃおすすめゲームですよね。ちょっとね、これ今日ね、陶芸マスターで皆さんが作った作品をちょっとね、あの用意したんで、ちょっと軽くちょっと紹介。これね、見てください。これあのファミさんの、始まっちゃった。これね、持てなかった。まあ、待てなかった急須。これね。これはあれ。あの、水入れちゃうと、あの、すぐ出ちゃうから。待てなかった急須っていう。そうですね。これすごいいいです。しかも、ちゃんと、待てなかった急須みたいな。でも、5タイプです。あの、説明すると、ろくろから、土からね、成形して、焼いて、火加減まで決めて、色つけて、タイトルつける。そう。美的センスが問われるゲームですね。これ嬉しい。これ、あの、最終的にこう見せた作品をこう展覧会に出して、こういろんな人にこう見せてね、回るみたいな感じなんですよ、これ。そう。で、収益を稼いで、次の作品を作るという。うん。神ゲー。神ゲー。俺のこのサイココンガ。サイココンガね。サイココンガいいでしょ、これ。これね、かなり、あの、評価が高い一品なんで。ね、あとまあ、もういきなりツボ見せられてる視聴者さん。いや、これね、あれね、あの、今、音声をとあの録音してくれたり、編集してくれたりする、テックちゃんが作った、あの、アジダスっていう、アジが出るのか。これさ、これすごいよね。これ公式グッズだもんね。まあ、なんかその、だし系が入ってる、まあ、ポットみたいな。そうね。これうどん屋に、うどん屋とかそば屋に置いてほしいね、なんか。タイトルも味出すと思う。うん、これちょっと。いいっすね。いいよね、これね。味出す。この人たち、本当に。これ、米さんのお気に入りのに。あ、私もやってるってバレてる。でも、これ可愛いですよね。可愛いですね。うん、すごく。これね、タイトル長すぎてね、入んなかった。ね、キャトルミューティレーション、キノコ。かわいいですね、これかなり。うん、かわいいでしょ。うん。まあ、ね。何を見せられてるんだってなって。まあ、そんなこんなでね、あの、日々インプットを欠かさない我々のね、あの、ちょっと遊びというか、すごい強烈なインプットをね、得たんで、これが絵に生きるんじゃないかなっていうことで。はい。はい、ぜひおすすめのゲームということで。そう、300円で。
皆さんお話でしたという、あの陶芸マスターあのスチームで陶芸マスター調べて出ますよあれ、まあいいわ、まあ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 、謎に陶芸マスターの まあ、まあ、宣伝が入ってしまったけど、はい、まあステマではないんで、もうダイレクトなマーケティングなんで、うん、まあ置いといて置いといて置いといてもう見てこの背景、そうそうそう動いてます、これねデザイナーのねアインスさんが作ってくれたやつ、動かしてくれたの、そうそう、すごくない？いいですね、着々と成長していく配信、配信者としてのこうあれがね、スキルがね上がってますよね、スキルがね、マイクも買ったしね、そう僕はちょっと待っといてないんですけど、はい、早く届くといいね、はいはい、まあ、とりあえず あれじゃないですか、はい、あの前回の忘れていた、はい、まあ、この放送の趣旨をね、はい、説明しようかなと思うんですけど、そうですよ、あの、うん、これ結構いつもの向上にしようと思ってるから、そうそうそう忘れてたんで、ファミさんお願いできますか、あ、はいはい、はい、いいですか、はいどうぞ、どうぞ。残りの5割とは3人のクリエイターによるイラストメイキング&トーク配信チャンネルです。知識や技術、物事の考え方から趣味での楽しみ方まで当たり前にみんなが知ってるってことは全体のまだ半分、得するクリエイティブな内容や絵がもっと面白くなる裏話など知らなかった残りの5割を楽しくお届け、いいチャンネルですね、こういうことよ、ね、はい、でね、そうで、なんとまだ生放送で2回しかしてないんですけども、あのチャンネル登録してくれたから3000人ももういらっしゃるということで、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、本当嬉しい、素晴らしい、あのハッシュタグをパローさんがつけてねって言ったら、あの結構感想もツイッターでいただけて嬉しい嬉しいって、そうですね、感想すごく多くて、うん、僕らも感想を見ながらやっぱりあのどうしたらいいかとか結構、うんうんね、参考になりますね、すごく、めちゃめちゃ全部見てるんであの全部届くつもり、いつも見てるよ、うん、うん、ね、チャンネル収益化もなんとできてるんですよ、そうなんですよ、収益化できたんですよ、はい、ありがとうございます本当、パチパチ、すごくあり嬉しいです ね、これもね、あの、まあ、何がどうやらどうやって収益になるかを全然わからないんですけど、そうですね、うん、まあ最終的に僕らあの所ジョージ呼べたらなっていう野望があるんでもう早いな、ぶっ飛ぶな、ね、それ俺が昨日言ったこと多分だから自分が決めたみたいってこと、俺が言ったことですからね、これはい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 、まあまあまあ、まあ、ちょっと自分の権利しないでくださいマジでさてすぐね自分が言ったみたいに、まあいいですよ権利主張にうるさいんで、うん、うん、てなわけで、うん、今日は皆さんお待ちかねの、あらあら、あのやっちゃいますか、あの米山舞という、そうそうそう、後に神の神域と呼ばれた女、神の神域言われてないよ、頭痛が痛いみたいな神域と呼ばれた女米山舞さんのね、ちょっとお話をね、最後の自己紹介3人目、そうですね、うん、そうですね、今まではねほら一人ずつ自己紹介だったからね、やらなきゃいけない時が来てしまったよ、あ、いやだからね、ほんと自分めっちゃ緊張してるしね、自分の話するの得意じゃないんですよマジで、そうですか、まあまあまあ、もうね僕らがね、だからちょっとねファミさんとパローさんお願いしますね、掘りに掘ってね、うん、行きましょう、ください昔のね米山さん僕らね意外とね知らない実は、そうなんだよ、確かに知らないんですよ、うん、やっぱりね、あんま話してないよね、うん、やっぱりアニメーターっていうね、あの、うん、世界にいた人なんで、そうだ、ね、まあそこをねちょっと、そうそうそう、そうだ、知ってそうで知らないことを言ったらいいかなって感じ、うん、まあ、いかにしてね、皆さんもこの完成された米山舞というなんかもう画力の暴力暴風のに見舞われてますけど、まあどこで発生してね、沖縄県沖みたいなとこからやってきてどんどん大きくなって勢力を増して首都圏までやってきたっていうこの経歴をね知りたい、俺も知りたい、みんな知りたい、なんか捏造が、はい、お願いします。はい、お願いします。あ、楽しみです。僕らも楽しみです。はい、楽しみ、本当に。どんな話してくれるのかな？こういう人もいるんだなっていう感じで聞いてもらえたら、はい、私も楽しくできると思います。ぜひぜひ。はい、よろしくお願いします。
じゃあちょっと画面を切り替えてみましょうか。いきましょうか。はい。パロさんもうちょっと BGM 大きくできますか？お、BGM 大きくします。おい、お願いします。はい。おい。はい。はいよ。うん、いい感じじゃないですか？音大丈夫ですか？皆さん。いいんじゃないか。うん、OK、OK。大丈夫かな？大丈夫かな？うん。で、画面来てますかね？お、来てるみたいですね。来てるみたい。よかったです。はい、やっていくぜ。まあ、どっから行こうかって思ったときにね、もう一から言ってった方がいいんじゃないですか。そうだね。それがいいと思います。思って、もうなんか一から話す感じにしました。なんで、あの幼少から米山少女がどんなどのようなものを見て育ったのか。気になりますね。気になりますね。なんかちょいちょい質問も拾いながらやっていけたらいいなと思ってるんで。あ、わかりました。私拾います。はい、よろしくです。じゃあまず行こうか。行ってみよう。行ってみましょう。1枚目。あ、ちょっと。チクった。チクった。落ち着いて。大丈夫です。はい、落ち着いて。落ち着きます。じゃあ恥ずかしいんだってこれ、マジで。恥ずかしい思いは僕も前回しましたから、ちょっと私なんてね、初手ですよ。お、なんだこれ？なんだこれ？あ、すごい。3歳の時に書いた美少女戦士、美少女仙道。美少女仙道。美少女仙道セーラームーン2。3歳ですよね、でもね。3歳って上手くないですか？3歳漢字書けよ。あれ？視力が高い。漢字書いてるなぁ。すごいですね、これ3歳だね。うん、うん、もう親がさ、やっぱマジかよ、書き込めるのよ、セーラームーンのビデオ当てがわれて。はいはいはい。ここが始まりだ。なるほどね、うん、いや、でも3歳3歳ってすごいな、ね、バリバリ影響を受けて、3歳なのかな、わかんない、怪しいけど、いや、とりあえず好きすぎて、うんうん、私のもんだと思ってたね、セーラームーン。なるほど、ね、私のもん。そう、私のもんだから、なんか権利とか自分のもんだと思ってて、すっごい漫画描き始めたの。もう私がもう作者。お、すごい、これはもう、もう、ね、さすがに3歳じゃないけど、うん、多分ね、すでにもう表情とか動かすということに。なんかこう自分のもんだと思ってたから、なんかシーン絵みたいな、それぞれのシーンみたいなのを、うん、なんか勝手に妄想して書き出してて、なんか妄想力強すぎた子供だった。おませさんですね、これは。この時点って、でも、もうコマをね、割るようなレイアウトしてるって。ね、そうそう、あ、こっちの方が小さい。すごい、もうだってほら、これ、手前と後ろっていう、もうあれもあるし、もう、青年光栄。シチュエーションも完璧な。そうそうそう、こっちの方が多分若いっていうか、はい、3歳ぐらいだと思うけど。これはもう画力もおませさんだし、発想もおませさんだし、すごいですね。混ぜとるよな、これ。この変態女ちゃんと色も塗ってるしね。この変態女。お姉ちゃんが仲が悪い、最初仲が悪いって設定をいつまでも引きずって同時にしか撮ない。なるほど。そう。まあそんなこんなで、結構、なんか最初からこう、物にしたいみたいな、うんうん、なんか、で、本っぽい感じの見せ方みたいなのに、なんかやたらこだわっ、なるほど、うん、最初からあったわけですね、プロダクト精神が。何よりも、うん、もう思ったのが、この時点ですでに線が綺麗な気がするんですよね、うん、そうだね、なんか完成度が高いよね、普通に。あ、でもなんかそうかもしれない。なんかはみ、あんまりはみ出しないもんね。そうね、なんか綺麗に塗るの頑張ってるよね、うん、これ。なんでだろうね、多分ね、あのアニメの影響だと思うんだよ、めちゃくちゃ。私、この頃、多分原作も読んでないんで、うん、なんかアニメのセル画って、端まで綺麗に塗られてるみたいな、はいはいはい、感じの多分イメージだったんだろうね。うん、で、なんか同じことしようとしてたみたいな。うん、なかなかね。ね、なんかだって塗り絵とかって多分皆さんもやったと思うし、自分らもやってたはずだと思うんですけど、こんなに綺麗になんか塗れたことさえもなかったはずなんですよ、うん、
恥ずかしいやつ。なんかこうね、あの小学生低学年とかのこう展覧会とか行って、やっぱりあの線からはみ出すの当たり前だし、そうだね。ね、完成度の概念がなんか最初から身についてるのすごいですよ。子供の時ってなんか秋っぽい気がするんで、なんかそういうのって結構最後までやるのってそもそも難しい気がする。そう、でもなんかもうしばらくセーラームーンでもうご飯何杯でも食べれる状態で自家発電ずっとしてたみたいな、うん、すごいな、なんか感じなのね、うん、セーラームーン育ちですね。なんかこれもうなんかすごい、もう上手いよね。うまいや、うん、見えてるな、片鱗が、うん、多分全部自分のもんだったと思ってると思う。あ、楽しそうでいいですね、なんか絵が。そうだね、なんかやっぱ親とかがなんか仕事とかでいないから、うん、あのチラシの裏とかにカレンダーの裏とか、はいはいはい、カレンダーの裏ってめっちゃでかいじゃん、うん、なるほどね。だからもうなんかそれもらったらもうずっと絵を描くみたいな。カレンダーの裏嬉しいよね、すごい嬉しい。俺もカレンダーの裏にめちゃめちゃ書いてた。でかいみたいな。そう、うん、ファミさん初距離、うん、いやファミさん初距離すでにうまいとかって言われちゃって確かにそうかもしれないですね。本当申し訳ない。そうまあいろいろ書いたりしてました。だから絵は好きだったね、やっぱ昔から、うん、たくさん書いてますね、うん、気づいたら書いてるぐらいの感じだ。おしゃれですね。うん、足見が。本当ですか。ありがとうございます。醤油こぼしちゃう。84年って何年だ、分かんない。84年。これ台湾歴だと思う。ああ、なるほど。台湾歴。うん、多分6歳とか7歳。うん。なんかこの頃はもうね、バリバリ漫画家になりたいと思ってたね。うん。うん。なんかそんな感じすごいしますね。いい絵だな。うん、いい絵、いい絵。あ、なんか。これ、ちょっと、今っぽくね？今っぽいし、なんか見て、うん、なんか見ているものが変わった感じがしますよね。うんうん、そうね。なんか、うん、多分、めちゃめちゃ影響を受けて、でさ、なんか、小学校の頃教材とかで、なんか漫画家になろうみたいなのが、うんうん、なんか、チャオとかリボンの後ろに挟まってるわ。あるね。あったし、うんうん、あれってちょっとだけやらせてもらって親に頼んで。うん、ちゃ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 を。うん、そう、ちゃ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 を。ほどね。こんなの。あ、もう上手いぞ。だいぶ上手いぞ。なんかキャラクターの設置感が、うん、ありますね。これ地に足つけてる感じ。これ小学校低学年ぐらい？これそうだね。そうだね、小学校3年生ぐらいだ。ああ、もう結構いけますね。うまいな。やっぱチャオとかさ、うん、リボンっ子だったから。そうっすね。そう。あ、なんか見たことある、このキャラクター。情報量が増してきた。こういうのばっか書いてたの、うんうん。うまっ、これ。仕草がうまい。うん、なんかあのかの有名な種村有奈先生をバチバチに模写しまくってました。それはね、感じますね、少しね。多くのものが通ってきたという、言われる。そう、神風怪盗ジャンヌ。いや、すごいな。これ難しい構成、ね、躍動感が。なんか頑張って動き出そうと。いや、なんかめっちゃ動いてるように見えますね、これ。そう。で、この頃から画材みたいなのに手を出し始める。うん、うん。うん、そうそうそう。全然、ブーメランじゃない。これファミリー君のと同じ構図ですね、これ。あれ？伏線回収した。伏線が。おかしいな。まあ、いいでしょう。今日は僕の話じゃないですから。はい。はい。僕のことはいいです。米山さんを見てくださいね。これなんかキャプチャちょっとバグってるかな。まあ、まあ、動かしまくるとって感じだね。あ、動かすといける。うん、はい、くしくも同じ構えっていいな。くしくも同じ構えです。まあこんな感じでやってたわけよ。うん、コメントでもあるんですけど、手をここまで積極的に描いてるのはすごいですと。うん、あ、そう ね、 ね、あのね、やっぱりなんかアイデンティティでしたね。なんかやっぱさ、なんだろう、スポーツできる子とかなんかその中でやっぱ自分はなんか絵描く子みたいな。でなんかありがたいことに周りの環境もなんか
絵描くのうまいねとか言ってくれる感じだったから、うん、なんかやっぱあの割と自由に描けてたなって感じ、うん、あうまいな。髪の毛とかどんどん結構ここまで来ると米山さんっぽさがすでにちょっと出てきますね。出てきた、出てきた。これ、出てますね。これあれ、あれですか？なんかトーン的なもの使ってます？あ、そう。ここでトーンとか、ここわかる？これなんかホワイト、うん、ホワイトとか使い出したのね。だから結構漫画家をめっちゃ意識してる。うん、こことか掛け編みとか。うんうん、このさ、主線の周りに、なんか、顔の主線の周りにトーンを貼るとか、もろ漫画に影響を受けてる。え、なんだその顔の主線に巻くって。なんか、ぼやってするみたいなやつってことですか、うん、ちょっと。そうそう。ああ、はい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 。なんか見たことあるかも。うん、あるでしょ。なんか、うん、だから、なんか、見本見まねとか、なんか、とりあえず技術を試すみたいな。ええー。なんか結構やってた感じはする。うん。点描ね。点描打ちがち。ちょっとね、画像が乱れてるみたいなんで。そうだね。なんかね、Mac のね、キャプチャが悪いですね。うん、ちょっと待ってね。こうすればいけますか？ダメだね。そうだね。ぐちゃぐちゃになるね。ぐちゃぐちゃになるね。トーンか。トーンなんて全然知らん。あ、まあ、これ、それだったら大丈夫かな。うん、大丈夫、大丈夫です。これでいきましょう。うん、大丈夫。申し訳ないです。次、綺麗に出た。あれが。点描。点描。点描についに気づいてしまった。なかなかできん。そう、ここら辺が小学校5年生くらいまでだね。そう。でも、なんか、ここまで調子乗ってきたけど、なんかやっぱクラスに一人二人は絵のうまい子現れる。でライバル現れて、なんか、なるほど、うん、相当上手くて、なんか、かなり落ち込まされてたの。はー、うん、なんか米山さんがなんかてっきりそのクラスの中でその役割かと思ってましたね。いやそう、なんか私もそう思ってたんだけど、めちゃめちゃなんかね、模写が上手い子がいる。あー、いるよね、確かに。模写ってことはさ、もうそのものに完成度が近いってことじゃない、うん、だからすっごいなんか連動が高いように見えたんですよ、ね。うん、すごいわかるな。うん。なんかあんまり人に見せるの恥ずかしいってなっちゃったの。ああ。で、なんかそうだから中学生の時とかはもうこそれんになっちゃった。なるほど。うん。だから中学生、こっから中学生になるんだけど、中学生の時の絵があんまりなくて。うんうん。そうでこもって人の絵を見るっていう段階に早くも突入しちゃったの。なるほど。なんか早いですね。もう早い展開早い展開が展開早いよね。少年漫画並みのペースだぞこれ、ね、そうでもうここで小学生までが終わりそうで次は中学生行くんだけど、はい、もうだからさっき言ったように中学生とほぼ絵描いてなくて、うん、絵描いてないっていうかね人に見せるような感じの絵を描いてなくて、うん、なるほど。うん、何をやった？ね、普通になんか中学生も美術部とかないし、うん、なんか普通に吹奏楽部とか。吹奏楽部だったんですね。そうそうなんですか。知らなかった。あの響けユーフォニアムのユーフォニアムでしょ。あ、なんか薄々聞いた覚えがある。確かに。全然知らないぞその話。初めて聞いたぞ。そうなんよ。あんまり絵に描く環境ではないんだけど、やっぱその絵うまいことは。まあなんかライバルとは思ってたけどちゃんと仲良くなって、うん、まあその子が交換日記しながら、うん、いい展開ですね。そうなるほどね。そう少年漫画ですね。そう少年漫画、少女漫画見てたはずなのに少年漫画みたいな展開してますよ、ね、だからなんかもう負けず嫌いがすごすぎて、なんかに似たような界隈でライバル見つけてはなんかなんだろう、こそこそ練習してるみたいな子供だ。で、画像乱れるか。あ、大丈夫だよ。また。このスタンスでやれば。あ、ここら辺が中学校。これ乱れてますね。これ、乱れてます。これ、あの、ウィンドウ化とウィンドウ化じゃないやつを交互にやるといいのかも、もしかすると。ウィンドウ化と？ああ
像の乱れがすごい。あ、でもちょっとで、うん、ちょっとだけ、はい、出た、いい感じの絵が出てきた。あ、これ、あ、これね、素晴らしいですね。うーめ、私が中学校2年生ぐらいの時にインターネットを手に入れて、うん、あなた手に入れたら、なんかまあまあまあ情報が流れ込んでくるわけですよ。そうだ、もうもう私が中2の時とかはちょうどやっぱりホームページ世代だったっていうか、ホルモさんとかも知ってると思うけど、うん、なんかいろんなうまい絵描くさんが自分のホームページをお家みたいに持ってて、うん、デザインとかも自分でやってっていう感じのなんか人が多かったんですよ。うん、小崎優作さん、はい、うん、そう、そうだね、そういうのをなんかこう目の当たりにして、なんかさらに落ち込んじゃったわけですよ私。なるほど。なるほど。なんか、うん、この絵見たら、もうそうそう、この絵見たら、でも負けん気はやっぱあったんで、うん、なんかあの小さいところでから戦おうって思って、うん、なんか当時誰も知らないよう な, なんかイラストコンテスト、ネットでやってるイラストコンテストみたいなのあったのに、うん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 、イラストコンテストみたいなのに応募したやつがこれ。いい絵ですね。すごいですね。あ、ですか、ありがとうございます。なんか題材、お題があって、中学生っていう、なんかそれに、うん、なんか中学生が参加資格なんで、うん、中学生がこうあの応募して投票制で1位が決まるみたいなのに、なんかチャレンジしてみたのね。そう、いや、なんかさっきのそのは、え、うん、あ、ごめんなさい、あのさっきのそのライバルって人がいたじゃないですか。なんか、うん、こう物のなんか観察力がすげえグッと上がったなって感じがしますよね、うん、この絵ね。本当です、ありがたい、うん、そう、でも自分なりにめちゃめちゃ考えて頑張ったわけよ、うん、でもくしくも3位ですこれ。なるほど、2位と1位がどう、どんな絵なのか見てみたいよね。そうですね、見たいですね。あと、ね、で見せるね。なんかこれなんか、なんか2つのなんか説明されてる絵に見えるんですよね、半分で。なんかお一人はこう少女がこう、まあ、うつむいてるじゃないですか。でもう一つ影がこう、うんうん、走ってね、こう少女が、うん、多分少年にねこう向かって走ってるようなシーンを作ってるって、うんうんうん、なんかいろいろなんか見るところ、見るべきところがある絵だなって思いましたね、めっちゃ。ね、めちゃめちゃロマン、なんかロマンチックじゃないけど、そう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 、あの割と昔からやることは変わってなかった、ね、光と影的なのがうまく現れてる。でも多分技術に走りすぎたんだろうね、わかんないけど。技術に走り中学生の好きな絵ではなかったかもしれない。ああ、なるほどね。そう、でもめちゃめちゃ悔しくて、わかる、すごいわかる。クソみたいなって。俺もなんか個人の人のさ、あの、うん、なんかサイトの本当に10人20人ぐらいしか参加しないイラコン出してさ、やったやった、うん、で1位になれなかったらすごい悔しくて、そう、でまたコソ連に戻るみたいな、うんうんうん、コソ連って言葉好きだな、うん、めっちゃ好き、コソ連中、うん、まあでもこの頃って結構インプット期で、そうですね、なんかコソコソやってる間はなんかうちやっぱあんまり物を買ってもらえなかったから、なんか図書館とか、うん、なんかうちの町はね図書館に漫画とかが置いてあるタイプで、そうそう、あとはブックオフとかって、まあ、言うたら立ち読みできちゃうところじゃないですか、うん、はいはい、そこになんか好きな漫画読みに行くみたいな感じのことをずっとしてたの、うん、親に連れてってもらって、でなんかそこで見つけたなんかあの絵の上手い人とかをめちゃめちゃなんか参考にしてたりしてた、うんうんうん、この頃からブックオフとかでコミッカーズとか、懐かしいね、コミッカーズ、そう、落書き王国だっけ、あ、色彩王国、色彩王国やね、色彩王国とか、あ、うん、まあ、期間 S はまだその時なかったけど、そうだね、コミッカーズが期間 S になって、そう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 、当時あれだよね、あのブックオフって結構年代が違う人の漫画とかあの画集とかあったりして、うんうんうん、なんか普通に今と違ってインターネットってあんまり発達してないからさ、なんかうあの年代が違う上手い人とかの作品見るのってブックオフが一番良かったんだよね。めっちゃ良かった、画集とかも結構充実してたんですよ、ね、
うん、そう。だからその時はやっぱりなんかその止めっていうか少女漫画はなんか話が書けなかったから早々に諦めて、イラストレッカーになりたいなって思ってたの、うん、中学校の時は、うん、その時すっごい影響を受けたのは、まあ、田島翔さんとか、うん、田島翔さんは漫画家なんだけど、なんか見開きの関東カラーとか扉絵とかがめちゃめちゃかっこよかったんだよ。あの世代はね、一度はみんな田島翔さんとか熊倉雄一さんとか、小畑武さんとか、そうそう熊倉雄一さん、阿部寛さんとか憧れてるね。なんかちょっと大敗的でダークで、うん、ちょっとグロいみたいな世界観に、はい、めちゃめちゃ中二だからね、うん、おしゃれグロみたいなのなんかすごい当時流行ってたもんね。文字通り中二の時にみたいな。うん、そうめちゃめちゃもう影響受けて。なんか今で言うさ、中二病的な表現の一番ダイレクトに受けたのって僕らの世代か、うん、もうちょっと上ぐらいかだよね。うん、そう思います。黒くて、まあね、うん、黒くて鎖とか十字架とか、鎖とか、そう天使禁漁とか、そうめちゃめちゃおもろに、うん、2000年行かないぐらい、前ぐらい、うん、そうね、うん、90年代後半くらい、VK バンドが、ね、世の中でめちゃくちゃ流行って、とか、うん、で絵もやっぱりね、その時代に合わせてそういう感じが流行ってたっていうか、うん、めちゃくちゃ流行ったよね。そうなってたの。でその中でも特にやっぱ田島さんが好きで、うん、コミックアーツとか常連だった、読んでた。うん、そうだからその時からずっとなんか好きなものを模写するみたいな。なんか田島さん何が言って、当時私もその絵がめちゃめちゃうまかったので、うん、だから絵うまい人をなんか模写するっていうのが結構癖になってた感じはある。うんうんうん、うん、今模写したものないけど、うん、相当の数をなんかコピーしてはなんかその気になるみたいなのは、うん、昔から変わんなかった。当時ってさ、お手本自体を探すのすら難しいから、うん、お手本見つけるとさ嬉しくって、やっぱりすごい真似ちゃうよね。真似ちゃう、本当に真似ちゃう、うん、だからそれこそドラゴンボールはその時撮ってなかったけど、なんか他の人とかってもうドラゴンボール完璧に模写したりとかしてて、はい、うん、あ、見たな。そう。でもところがどっこい、そう、展開が変わります。はい、おっと。展開がいきなり変わります。踏み込みますか。はい。どうなってしまうのか。はい、いや、まだ踏み込まない。まだ踏み込まない。別に神じゃないんだけど。そう、ところがどっこい、中学校3年生ぐらいの時かな。なんか、田島さん目当てでエッジっていうね画集を買ったんすよ、うん、エッジね、エッジ、エッジ、刃の方のやつですかね、うん、そうですそうです、エッジ、そうエッジ、エッジっていうなんか画集を買ったんすよ。で画集買ったらなんかそれ田島さん以外の人の絵も載ってて、うん、でメンツで言うと今石さん、鶴巻さん、吉成さん、おっと、寿司さん、おっと、うん、これはあれですね、ちょっとあのね、話が変わってきた。わかりやすい展開が。あと吉田健一さん、ああこれは、田中達之さん、あーこれはちょっとアニメの匂いがしてきましたね。ね、雷がまあ落ちましたよね。あのね、こんなになんか、もうもちろん田島さんもずっと今でも大好きなんだけど、こんなになんか絵の整合性が取れてて、うん、見やすい絵を描ける人たちがこんなにいいのって思っちゃったのね。うん、はごまかしがなかったんですよ、うんうん、なんかデッサンも描けてパースも描けて、色もまあ塗れて、ですごく見やすい、なんと言っても画面が、うん、なんかそのことになんか違う絵がうまいが塗り替えられちゃったのね、私の中で。なるほど。そうで調べてくじゃん、やっぱインターネットを使って、うん、そしたらこの人たちアニメーターらしいみたいな、ついにアニメーターというものを意識してしまったと。意識してしまったと、うん、でなんか昔セーラームーンとかセイントセイヤのアニメが好きだった頃って、うん、なんかアニメの絵っていう意識は別にしてなかったんですよ。うん、わかるわかる。でもなんか画展がいって、なんか私この整合性が取れた感じって、うん、
なんか原作の絵よりも好きだったんですよ、アニメの、うん、なんかその動かすためにデザインが簡略化されてて、うん、あのデッサンがしっかりしてて、うん、でなおかつパースにも載ってるっていう、なんかあ、私アニメの絵が好きだったんだなみたいな、なんか当時の、うん、あのまあアニメってアニメの絵と漫画の絵も今よりもっと大きく違ったよね、うん、あ、そうなの、そうなの、だからね、うん、なんかあの違う段階に行ってしまったのね、なんか魅力を感じる部分が、はい、なるほど、あの、その次は見てみたいですね、見てみたいですね、まあでもね、それで普通に高校に上がるんだけど、高校も美術高校がなかったんですよ、うん、だから普通になんか父がなんか建築やってたんで、あの近くの建築家に入学したんですよ、うん、なんで建築家っていうと、うん、なんかパースの絵が描けるかもって思ったんですよ、あの家の外観とかあの室内のパースとかが描けるもんだと思って入学したんだけど、まあ描けませんねなんかすごい計算の勉強ばっかりで、うん、うん、なんかそうだね、このコンクリートの割合を何パーセントでみたいな計算の授業ばっかりでかなり実践的なんだね、そう、見事ね、うん、あの夢が打ち砕かれ、だからまあ高校時代は実はあんまり絵を描いてなかった、あ、計算の勉強とバイトばっかり、うん、ただアニメの絵は好きで、なんか親に頼んでキッズステーションとか入ってもらって、うん、広角機動隊を見、アキラを見、あ、みたいな、もうなんか典型的なパターンに、うん、もう典型的な、もうみんなね、みんなそうだよねそう、高校生ぐらいで出会っちゃうよね、なんかその辺に、うん、うん、そう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 、うん、ってなっちゃうのよね、うん、そう、まあちょっと同じ絵が続くから、なんか絵がなかったのはちょっと同じ絵が続いてるのはそのせいなんだけど、うん、うん、だからまあその当然進学先もなんかどうしようってなったら、美大よりもうアニメーターになりたいから、うん、専門学校入ろうって言って、うん、アニメーターになったんです、あれ間違えた、専門アニメの専門学校になんか、うん、まあまずはね、うん、うん、そう、そういで専門学校時代はどんな絵描いてたかっていうと、これ画像表示怪しいですね、あ、今でもね割と、うん、怪しいですね、怪しいけど怪しいですね、はいはい、怪しいなこれは、毎回あの1枚ごとにあの、うん、ウィンドウを閉じて開いてした方がいいかもね、わかりました。表示されました。いけたいけた。これ結構あれだな。途中過程飛ばしてんな。なんか急に来たね。なんだろう。急に見ては書いてはいたからね。あれなんかこう建築家が融合してなんかね、急に3次元になりましたねこれ。3次元だったね。急に。なんか一応なんかパースみたいな、うん、なんかのは意識してて、建築家の時も書いてはいたんですよ。うん、だからこの3点目、要は、1点、2点、うん、上の奥行き、うん、難しいやつは。なんかもうめっちゃ好きで、書けた気になってドヤ顔してました。いやでもこんなん書けたら書けた気になるけどな。俺だったらね。だってコロに田中達也さんの影響を受けて、うん、こんな絵で。これ高校2年生、3年生ぐらいってことですか？いやいや、もう専門学生です。ああ、高校の方の方は絵描けなかった。へえ。もうみんな何が起こったって言ってますよ。おぼけず。いや、でもね、今見ると拙いね。まあでも当然、うん、専門学校って習うことって、そのね、実践じゃないんですよ。なんか基本の図形とか、うん、色のなんか基本とか。そういうのばっかりで歩きとかだからなんか結構楽しさを感じれずに、うん、早くなんかなんだろうアニメ描きたいなって思いながらまあなんか毎日を過ごしてたって気持ちはわかるな、なんかその感じわかるな、なんかぼーっと、ね、うん、どうぞどうぞ、なんかその今はその絵が上手くなるってところとかそのアニメとやるってところに興味があるから、うん、結構他のところになんかこう目がいかない
感じはなんかあるみたいな、そうでもなんかこの時ですら結構自分に自信がなくて、自信がないっていうか、なんだろうな、なんか分かんなかったですね、やっぱインプットをちゃんとしてるから、こう、天井が天井知らずをの衝撃を結構受けてるよね。そうですね、それはすごい分かる。俺もなんか自分でなんか傷つきに行って死んでるみたいな、感じなんかあったかな、で、そうこうしてってなんかぼーっとしまくってたら、なんか専門学校の2年が終わるところになっちゃった。就活もせずに、そう、なんか1回別の会社送ったんだけど、なんか書類不備だから落ちて書類不備で書類不備で、もうめんどくさーってなって、ボンミス、その感じもすごいイラストレーターっぽいな。俺も書類不備で、俺あの美大受けた時に一個あのミスったもん。あ、そういうのマジ多いっすから。一緒に言うけど、マジ多いっすか、パロさん。めちゃくちゃサボってて、その就職するのって4月じゃん。その年の2月まで超うだうだしてたんですよ。超うだうだしてて、さすがに怒られて、でもなんかどこ入ったらいいか分からんし、なんかガイナックスとかすごい好きだったんですけど、高嶺の花だと思ってたんですよ。まあそうっすよね。そう、でも高嶺の花だと思ってたけど、クロッキーの先生がちょうど専門学校にいて、なんかその専門学校の先生がガイナの知り合いが、なんかうちのクロッキー会に来てるから、一旦見てもらいなよって言われて、なんか一旦こんな、まあこのような今表示されてるような絵を描いてるんですけど、いけますかねみたいな、なんかプチ保険みたいなのをかけて、ちょっと聞いてみたんですね。そしたらまあなんか、まだいけんじゃん、応募してみればみたいな、もう遅いだろうけどみたいな、そんな感じそう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 、でも応募したらまあなんか結構大丈夫で、まあなんかビクビクしながら実技試験とか、一応あるんですよ、実技。そうそう、やって。で、一応こういうなんかね、あの、ポートフォリオを事前にまとめて送って、それが通ったら実技に呼ばれるって感じなのは、アニメ会社はどこも一緒なんですよ。だから、とりあえずポートフォリオを作れって言われて、めちゃめちゃ急いでポートフォリオを作るっていうのが2月。なるほど。ついに人生が加速し始めた。ついに加速し始めました。あ、アニメーターの方面におっと振った感じになってきましたね。そうだね、わかる。まあめっちゃアニメーターって感じだな。だってね、ペンが青いし。確かに。ペンが青い。アニメーターペン水色っぽい、ね。水色っぽい。わかります。アニメーター白とする。画像の表示が悪いね。ちょっとね、乱れがすごい。申し訳ない。まあこんな感じのをね、バリバリ書いてましたよ。なんかこういうのがいいんだろうなとか思いながら就活ファイルを作るという。まあちょっと見れないけど、だいたいこんな感じね。こういうさいね、あと編集するときちゃんとします。そうですね、まあ、編集版を出す予定なんで、まあ、このバキバキになってるのはそのうち。バキバキやね。面白い。かなりもう基本ができてますよね。そうだね、すごいいっぱい書いてますね。できてますね、これは。そうだからね、でもアニメのポートフォリオってこんなもんじゃなくて、もっと分厚くないといけなくて。あ、そうなんだ。なんかこのぐらいはないといけないの。要はなんか判断基準が、まあそうですよね。そうないといけないんですよ。なるほど、基礎力を見るってところになるとやっぱり枚数必要だもんね。そうなんです。だから、老若男女とか動物が描けるとか、なんかそういうのをなんかきっと見られるんだろうなって思って。そう。ちなみにこれって、あの、矢さんが作ったポートフォリオって何枚くらい用意したんですか？ですね、私でも少ない方ですよ。あの、20ポケットの A4 ファイル、
一冊分なんで。ああ、なるほど。おそらく40枚ほどなんですけど、少ないです。多分極端に少ないと思う。うん、うん。なるほどな。でもなんか周りのね、アニメーター見ると結構少なめで入ってる人もいるけどね。そう。そう。ただまあ、なんか、その頃は、うん、生意気だったんで、うん、量より質だろうとか思ってて。はいはい、ああ、まあまあまあ。なんか、こうちょっと動きのあるっぽい絵描けるアピールみたいな、うん、なんかちょっと送るのがいなだし、ちょっと派手めな感じ、うん、クリクリっぽい感じ描いとこみたいな、あ、いいだろこれ、うん、描いとこみたいな魂胆がこの絵から、ねね、対象を指定して、ね、狙いを定めるのが重要ですからね、そう、対象、そう、そう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 っていう感じで、あ、これいいね、うん、これガイナ感あるね、うん、躍動感がね、うん、うん、躍動してる、躍動してますね、そうなんよねこういう感じとかちゃんと影響受けてていいですね、なんか面白いでしょ、うん、恥ずかしいですねいや、いい絵だなこれで、まあでもね若い人間って恐ろしいもので、うん、これでできた気になってるんですよね。え、ダメなんですか？できた気になるんじゃないですか？これは。ダメなんですか？このぐらいの年で。ここからがですね、地獄の始まりですよ。できた気になっちゃうけど、開けたらね。少林寺に入ったと、ついに。入門するところです。村では一番の力持ちみたいになって。ね、そう頼もうと、まあ、めでたく、うん、そうめでたく書類は通りで、まあ書類受かったっつって次は実技だって言って、まあ、ドキドキしながら向かったわけですよ、うん、やっぱアニメ会社の実技ってなんか聞きたいのかなって思うからなんか説明しますと、うん、なんかそうだね、うちのっつうか、私が一番最初に入った会社だけかもしれないか、他の会社はどうかわかんないんですけど、うん、なんかお題があって、うんうん、なんかそれに沿ってレイアウトを書きなさいっていう。レイアウト、なるほど。大丈夫かね、言って。大丈夫だよね。と思うけどね。うん、そうそう。まあ、お題とか言わないんだけど。レイアウトも説明した方がいいかも。うん、あ、そうですね、うん。ごめんなさい。レイアウトっていうのは、その、アニメの、どれ出したらわかりやすいかな。ちょっとこれ出します。ね、アニメの画面に映り込んでいるものの指定を書くんですよ。多分みんなこれジブリ展とかで見たことあるでしょ。あ、なんか見たことあるかもしれない。アニメっぽい、アニメっぽい、すごく。アニメっぽい、アニメだよ。うん、ここにガイナ。出ちゃってるな。まあ、これはアニメ会社に入ってから書いたもの。このなんかこう黄緑とか色してるとかあるんですか、こういう黄緑、うん、ああ、そうそう、いい質問だね。これはそのレイアウトで何が、背景に当たって何がその被る素材、キャラに被る素材とか、うん、ああ、なるほど。これで言うと赤いこの真ん中で倒れてる人の線が、セルに値します、ね、セルっていうのはそのキャラクターの絵とセルって言うんですけど、俗称で、うん、動く部分だよね。キャラクターの指定と、そう、動く部分、うん、キャラクター、まあ、ここが要は動きと言われるキャラクターの部分で、ここにセルキャラの、まあ、セルの上にね背景がもう一枚乗るから色分けされてるっていう、こういう指定をアニメは全部なされてるんです、うんうん、背景が、まあ、レイヤーって言ったら結構分かりやすいんだけど、うん、確かに、うん、奥のレイヤー、手前のレイヤー、うん、その前にもう一個ありますとか、これは動きます、動きませんっていうのが全部指定されてるのがレイアウトなんですね。だから、この枠の部分に入るものが画面で出ますよっていう指定なんです。うん、だから、これが全部書けないといけないんですよ、アニメになって。は、画面の設計図だもんね、これが。そういうことです。うん、なるほどな。どういう演技プランをしますって、これを分かっ
ってるっていうのが、まあ、結構前提条件で、もちろんね、なんかね、絵の上手い人とかは分からずに入ってきてる人もいました、同期とかで。うんうん、でも、私はなんか専門学校で大体こう、習ってた。うん、なんか、そうだね。うん、僕、分かんなかった、そうだよね。どんなに色分けてるんだろうな、みたいな。そう、こういうのが用意されてるんですよ。うん、この緑のは、まあ、上のレイヤーですって感じ、うん、すごい納得。これはね、みんな結構勉強になるというか、ね、興味深いんじゃないかな。そっかそっか。そうだ、私見慣れすぎてレイヤーを言っちゃう。うん、うん、よくわかんないですね。アニメとか自分、うん。そうそうそう。はみ出る部分まで描きますよっていう。まあ、要はカメラのどこを映してるか、ファインダーの中みたいなのを描かなきゃいけない。映像なので。うん、それを絵に起こすっていう作業、うん、これってその結局その枠外、うん、そのファインダーのその枠外も、うん、あの絵としては映ったりもするんですか、そのアニメーションの中では。あ、枠の中ってこと。このファインダーの外です、描いてるはみ出てる部分。あ、そうね、これは映りません。あ、なるほど。この太い枠の内側がセーフゾーンって言って、大事なものを入れないといけないんだけど、うん、太い枠の外側は映らないです。例えばなんかパンする、でも余分に書いとく、パンするやつとかだったら、うん、そのパンするところまでレイアウトとしてある。カメラが左右に振られることなんだけど、パンっていうのは、うん、それはすごく横長の絵を描かないといけない。そうそうそう、はいはいはい、うん、カメラを横に振る分絵がないとダメ、うん、よくある上からこう、うん、なんか例えばお城とかを空から下にパンされて、なんかお城とかが表示されて、最後にあの主人公の後ろ姿とか映るみたいな、めっちゃ分かりやすいので言うと、それだともうそうめっちゃ縦長の絵が必要ね。そうなの、そうです、そうです、まさにそんな感じ。ああ、そうか、そうか、バグる、バグが、ダメ、バグる、クリスタとか、まあ、ずっとしようかなって思ってたんだけど、バグりまくっちゃうんだこれ。もしかすると、申し訳ねえ、画面効果ある問題のかな。そうなのかな。でも通信の問題ですよね。まあ、なんかさっきのはみ出て書くっていうところは、なんかそのなんだろう、こう縦と外が映らないにしてしたとしても、こうはみ出るように書かないとなんかダメっすよね。なんか形とか取れないというか、うんうんうん、難しい。そうなんですよ、そうなんですよ。そう、これあれかもね、あの僕にいただければその配信ソフトをそのまま行って画像を表示してもらう、うん、の方がもしかしたらいいかも。しようか、もしくはプレビューソフトとかで、うん、でちょっと試してみていいですか。ごめんなさいね、はい、ちょっとハーフタイム、まあ、ちょうど1時間経ってんでね。うん、もう本当にもう1時間経った、ちょうどほぼ1時間です。そうだね、まあ、休憩タイムにしてもいいかもしれない、ね、もしかしたらそうだね。みんなおトイレに行ったりとか、ちょっとおつまみを持ってきたりだとか、できたりだとか、うん、そうね、よいしょ。じゃあちょっと画面戻してもらえます。あ、ありがとうございます。はい、ます。どんくらい休憩しますか。休憩しましょうか。10分ぐらい入れます。じゃあもうあれじゃない、休憩タイムはファミさんの、ファミ君のフリースタイルラップで作った曲をまあ流すというターンがいいでしょうか、うん、ファミ先生。僕は構わないです。でも一つ言いますけど、あの怒らないでくださいね皆さん。じゃあちょっとこのファミ君の曲を聴くなり、トイレに行くなり、トイレに行くなり。ファミ、シラソファミでレノボファンタジー。そう、よし。君たちに教えるパソコンメーカー、一つずつ紐解いていこう。そう、今
始まるパソコン、それは例のこれが知ってるメーカー、ソニー、アップル、レノボ、この3つが俺の中のパソコン文明を築き上げた一つの文化の中のもの、その他実投資が出る。これが知ってるメーカーはこの3つに集約されている。ソニーは俺の相棒、クソニーなんて言わせない。レノボは俺の親友、これしか言いようがないけど、僕が好きなのは東芝。そう、東芝、松下電器、出る LEC レノボ、俺のレノボ、それが俺のレノボ。俺も君とレノボ、レノボ、俺も君とレノボ、レノボ、俺も君とレノボ、レノボ、俺も君とレノボ、レノボ。俺たちにはできないことは何一つないぞ。俺はレノボ、レノボ、俺も君とレノボ、レノボ、俺も君とレノボ、レノボ、俺も君とレノボ、レノボ。それはレノボ、レノボ、レノボ、俺のレノボ、二つ合わせてレノボ、ダブルのレノボ、レノボ、グラボとレノボ、相性はブラボ、レノボ、この2つでやってくぜ。キーボードもレノボ、レノボ、俺にもレノボ、レノボ、俺の体もレノボ、レノボ、俺と一緒にレノボ、レノボ、俺もレノボ、君もレノボ、僕も一緒にレノボ、君たちと一緒にレノボ、レノボ、帰りに行きたいの、一緒にレノボ、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 これから始まるパソコン人生。はい、てなわけでファミシラソでレノボファンタジーでした。これね、すごいですね、本当に。これね、何がすごいかって、まずこれファミ君にフリースタイルラップやってって言ったら、なぜか10分ぐらいやってくれて、もうすごい、この俺のレノボっていうパンチラインを一瞬で生み出した上に、それで動画編集などしてくれていらっしゃるテックさんが、もうそれまた2時間ぐらいですぐトラックを作って一瞬で完成したっていう、この完成度もうすごいライブ感でね、シラソファミという才能がイラストだけじゃなくて、もう音楽界隈、もうエンターテイナーとしてね、世界に羽ばたくの僕は願っているんで、うん、素晴らしい。めちゃめちゃ拍手されとるよ。これすごいですよね。ファミさん、これ1000人以上の方が聞いてくれてます。そうですね、いや別にいいんすけど、米山さんの放送ですしね。いやいや、これ念願のみんなが待ってた、ね、うん、これ後ほど配信、ね、配信というか、うん、この曲を、このチャンネルでも投稿さするかもしれないんで、皆さんちょっとヘビーリピートしてもらえるといいですね。ヘビーリピート、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとみんなは米山さんの話は多分聞きたいだろう。いや、いい感じのハーフタイムなのに、しかも私はパソコンを切り替えて、あ、本当ですか、ちょっと画面共有いい感じになるかもしれませんので。なるほど、うん、ちょっとやってみます。これ冷凍が高すぎたのかなって思ったんだけどね。ちょっとやってみますね。よかったな。2人に見えてればいい感じなんだけどね。お、見えてますね。いい感じですね。これどうやっぱ Windows だよな。じゃあちょっと切り替えますね。ほらほら、切り替えばね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。どっちも大好き。お、大丈夫ですね。いい感じなんで。大丈夫、はい、いい感じですか。でじゃあ再開しますね。はい。はい。どうだいどうだい。なんか皆さん表示されてる？いや、多分されてると思いますよ。うん、これはいい感じですね。
ドタマ。ドタマ。まあいいわ。もういいや、自分の話は。あら、なんか、また急に一段階絵が達者になられてるような。そうだね。まあ、ちょっと、で、運よくね、私は、アニメ会社に就職できまして、もう、いい感じに多分拾ってくださって、すごく感謝しながら、入ったわけですが、はい、そう、まあね、まあ、アニメって分かっちゃいったけど、うん、儲かりません。やっぱりそうなのか。あー、マジか。そうなのか。噂には聞いていたか。なんと初任給3800円です。3800円。3800円。俺のことがどうでもいいですよ、もう。800円の方がもう、ちょっとね。目を疑うよね。ちょっとこれ、老基法とかあんまり皆さん、関係ないんで、あんまりそういうことは気にしないであげて、いただいていいんだけど、なんかその要は仕組みとしては、動画っていう役職から大抵アニメーター絵を描く作画マンは動画っていう役職から大抵始まるんですけど、うん、動画っていうのはその動きの元となるなんかキーの絵、例えば正面を向いて横を向くっていう絵だったら、その間それをトレースして、トレースっていうのは上から同じようになぞることなんですけど、なぞってその間の、正面から横に向くまでの間をスムーズにする人っていうのが動画マンの役割なんですよ。だから例えばじゃあその正面とから横へのその、スムーズにする枚数を何枚にするっていう指定も、もうされてるんですよ、タイムシートっていうもので。例えば早い振り向きだったら中に3枚入るとか、まあ、1枚の場合もありますし、でスムーズにしたかったら中に10枚入りますとか、そういう指定があるわけですね、はい、うん、よくぬるぬるって言われるのは、そう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 、ぬるぬるって言われるのは、そうぬるってこう顔が、ね、立体的に動くみたいなのが、うん、こう全て指定されてるんですよ。でその指定通りに私らはスムーズに割るっていうんですけどね、この動画の中割りっていう作業の方法なので、割るっていう単語で使うんですけど、なんかね、これが要は単価制なんですね。だからそのトレースした絵、スムーズにした絵、1枚何百円とか、そういう世界なんですよね。だから最初はそのトレース自体もうまくできないわけですよ。その、うん、線綺麗だねとか言われつつも全然汚くて、私の線も、うん、うん、そうなんですか。そう、要は今この私の絵が好きに描かれてるけど、今表示されてるのって、 でもその人が描いた例えば正面の顔のキャラクターの絵をそのそっくりそのままなぞらないといけないんですよ、うん、そのトレース台で透かせて、うん、これは今好きに描いてるからいいんだけど、うん、あ、まあ、そうそうそう、米山さんの絵で描ける状態、うん、うんうんうん、だからアニメの版権の絵とかアニメの絵とかって線が綺麗じゃないですか、はいはいはい、でその線が綺麗に閉じてるっていうのはなんでかっていうと、そのバケツソフトで塗るので、その基本的には線を閉じるっていう決まりがあるんですよ、うんうんうん、そう、まあ閉じてないのも最近あるけど、それもちゃんと実は見えない色で閉じられてます、うんうん、っていうのをなんか全部綺麗に守りつつ最初、うん、その綺麗な絵を描くっていうのがもうえらい、どえらい時間かかったんですよ。そうだね、話に聞くとやっぱり、うん、話に聞くとやばいでしょ。動画ってねA と B の間の絵を描きなさいって言ったら、はいはい、意外とできそうと思うかもしれないですけど、うん、そうなのよ、そうなのよ、 A と B の両方の守った上で、うん、さらにそうあのあ、ね、キャラクターの指定まで守らないといけないっていう、うん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 、そうそうそう、その通り、その通り、技術が必要な、うん、よくね、あの原画マンがうまいとって言われるけど、やっぱり動画マンがうまいとすごく絵が安定して綺麗なまま動くっていう、ね、うん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 、重要なお仕事だと思います。そうなんです、その通りです、うん、だからその中割りの絵含めてやっぱりこう、その当時その動画を教えてくれた方もすんごい厳しい人で、なんかもうしごかれながらやってたんですよ。なんかまあ例えばだけど、メガネをトレースするとするじゃないですか。
マトレスっていうのは、まあ、そのもうもともと描いてくれた原画さんの絵を写すだけなんだけど、メガネを写しただけでもうダメって言われて、え、何がダメってわかんないんですよ。そのメガネの形がもう1ミリのレベルでずれてると、お前のメガネはそんな形なのってめっちゃ怒られて。あ、でも、ね、性格やっぱりね、なんかその物の形がどのぐらい正確に描かれてるのかっていうのを、なんかその正確に、要はそのトレスしてる絵が正確じゃないと中割りしてる絵も正確にならないんですよ、うんうん、だからすごく大事で、なんかその時にその物をしっかり描く、例えば服の厚みだったり、そうだね、物の上下関係、前後関係であったりっていうのは、なんかすごく、なんだろうな、なんか気を使ったから、なんかすごいその考え方が、ちゃんと物を描くっていう考え方がそこでしっかりしたんですよね、うん、ごまかさないってことかな、うん、今も生きてるよね、めちゃめちゃ。そうですね、そうですね、アニメの絵っていうのはそういうなんかまあ傾向がありますね、うん、なんか現実と同じだよね、なんか現実のものってさ、こう眉毛とかが振り向くたびにさ、プルプル動くとかはありえないわけでさ、ありえない、ありえない、うん、骨が入ってるところがね、なんかぐにゃぐにゃするのがありえないわけで、そう考えると、さらに言うとね、線自体もやっぱりそのアニメーションの線って少ないじゃないですか、うん、だやっぱそういうのって結構目立ちますもんね、少ない。そうなんですよね、そう、あの少ないからこそ簡潔じゃないといけないし、正確じゃないといけないんですよ、うん、うん、もちろんそうじゃない絵っていうのも実際あって、それはやっぱり後々に分かることなんですけど、うん、まあ、イラスト界の話なんだけどね。あ、懐かしい、この辺。あ、本当です。これはもうアニメーターになった後だね。うん、あの、同人誌に、ね、アニメーターの同人誌に載っけた絵なんだけど。これは余談なんですけど、まあ、この頃から、アトモスフィアっていう、あの、まあ、同人サークルがあって、で、あの米山さん、太郎通さん、恵比寿さん、あの、まあ、半田さんですね、うん、の3人の、まあ、あの後に神アニメーターになる3人が揃いも揃って、いやいや、で僕この頃にあの米山さんを知ったんですけどね、まあ、うんうんうん、まあうまいうまい、もうこれこの時点でね、もうちょっとちょっとみたいな、お恥ずかしや、ありますよね、お恥ずかしや、結構影響というか、うん、肩から見てたら、はいはい、満して登場みたいな、満をして、ワンピースよ七部会みたいな感じですよね。米さんは多分まだなんかあんまり外の世界を意識してない時期かもしれないけど、僕は旗から見ててとんでもねえやつが現れたぞってもうすでに思ってましたよね、この頃。そう思われてたんかな、うん、すごかった、あらあらあら、うん、それはありがたいことですね。多分絵が上手い空間にずっといるからこそかもしれないですね。なんか、そうね、上手い方なんだと気づいていないっていう。そう、いや、ありがたい。でもなんか外からそう見えてる反面、もう中はすごいんですよ。もう威張れないっていうか、なんかもうね、上には上がいるんですよ。まあ、前述の通り、まあまあまあ、あの、そこにいるメンツは多分、あの皆さん調べていただいたら分かると思うんですけど、うん、まあとんでもないですよね、確かに。まあまあ画力お化けたちが、うん、時代を築いてきたレジェンドたちですか。はいはい、そう、レジェンダリーな方たちが、ちょっと分かんない方はあの調べてみてください。そう、ちょうどね、そうグレン・ラガンとかが終わるぐらいの時で、うん、私は動画に入ったんですけど、うんうん、まあでもそんなこんなで頑張って食らいついてやってたんですよ。まあ安いなりにも親の支援とか受けながら、うん、プレステとか売りながら、あったな、泣きながらプレステ2売ってて、ツナ缶食べながらね、うん、そうね、そうね、プレ2売っても3200円にしかならなかったけど。いやー、どこしときたかったな、プレ2ね。本当やね、そうそうなんだよ。まあやってて、で次の段階って言ったら原画なんですよ、うんうん、私らが目指す先って、原画、で原画、まあそう、さっき言ってた動きのポイントを描く、要は、うん、アニメートをする人たちのことなんですね、はい、うん、動かす部分のところを担当、うん、このキャラがどういうシーンでどういう芝居をしてっていうのを
なんか全部絵コンテっていうものが存在して、それの指定があるんですよ。はい、例えば、何々キャラ A が右から左に入って出てくるとか、うん、そういう指示が全部してあるのが絵コンテで、それをどういうふうにそのキャラクターなりにとか、どう派手にとか、どうしっとりやるとか、なんかその演技プランを考える、いわば俳優みたいな感じですね。うん、っていうのが原画マンの。動きを描くって言われてるのが原画版の職業なんですけど、それを次はね、そうそう目指すわけなんですよね。それってうん、いきなり限界になるってことはもうほぼない。ですね、あります。全然あります。実はこれはなんか最近か最近じゃないかわからないんだけど、全然あって。っていうのもなんかその最初から動きが上手い人っていうのはめちゃめちゃいるんですよ。そのインターネットとかでなんかその例えばバイトでなんかデジタル作画とかが今できるから、アニメ会社の人が声かけてやってみないっていうケースは少なくないんです、全然。うん、でも私は昔は結構そんなことなくて、割と普通に順当に入ってて、うん、でやった。でもその中ですごく良かったなっていう、いきなり原画にならなくて良かったなって思うのは、なんかやっぱその動画の時にやっぱり吉成さんとか寿司尾さんとか今石さんのなんか原画を仲割りできたこととか、うんうん、なんかいいものをすごくなんか背中を見れたなっていうのがすごく良かったなって、うん、一流を知るのはね重要ですよね。できることはない、うん、で吉成さんの絵とかってなぞってるだけで上手くなった気分になるんですよ。なりそう、めっちゃなりそう。そう。だからもろに影響を受けてましたね。ありますね、全然ね。そうそうそう。自分上手くなった気になっちゃいますよね。これが後に憑依するみたいなことにつながるんだけど、ね、これ結構重要な話ですよね。なんかそうですね、上手いものをちゃんと観察して、うん、こう上手い人の目線で絵を描いてみるってものすごく重要なことだから、うんうんうん、そうですね、うん、まあこれはあれですね、昔やってた模写となんかあまり変わらないっていうか、うんうん、なんかどうやったらこの通りになるかってやるっていうのはなんかめちゃくちゃ変わらないなと思いつつ、なんかやり慣れてはいたんで、うん、なんかすごく勉強になりながらやってた。だから、うん、そうですね、いきなり原画になる人もいるんですけど、自分はこれで良かったのかなって思って、しかも右も左も分かんなかったからね。まあそうですよね。なんか結構このなんだろうな、こう描けてたって思ってた、なんかその鼻を折られて、なんかちゃんと良かったなってわかるよね。なんかその本当にプロだし、特に一流の人にこう若い頃出会うと、あまりにその完成度っていうのの違いが、うん、その自分の思ってたのの10倍100倍ぐらいその、なんていうか、こだわりがあって、そう、うん、俺もなんか、うん、マスキングで1ドットはみ出てたらめっちゃ怒られたもんね。でもそういうことなんだよね、割と。そうです。動物たち。動物たち。そう。でもそうだな、私のその同期の子とか、そうですね、先輩とかをもう私の何倍も書いてて、例えば自主練もやってるし、それとかもやってれば、なんか仕事バリバリしてる人とか、もうね、もう上には上がいるっていう、うん、もうまさにその通り、本当にいっぱいいる世界だったんですよ。うん、そう、右見ても左見ても、なんかすごいのしかいないみたいな。やっぱ少林寺だな。そう、だから結構こう、なんかこう、変なプレッシャーの中にはいた気がする。いい環境ですよね。そうですね。まあなんか、当然それでこう倒れていく同期も いたりしたしけど、やっぱり私は昔からの負けん気で、なんとか、なんか、そうだね。同期と励まし合いながらね、やってたわけで。で、なんかまあ、原画とかになんかなろうって時に、なんか運よくね、寿司尾さんとかが結構仲良くしてくださってたんですよ。で、寿司尾さんとかがいろいろなんかポイントとか教えてくれて、で、原画になった時とかも、原画試験っていうのがあるんですけど、まあ、それにもなんか無事に受かって、
そうですね、なんかあのお師匠さんっていうか、基本なんか一人のアニメーターが原画をやり始めるときには一人のお師匠さん、なんかあの先生みたいなのが、うん、あのついてくださってて、でそれがすしおさんだったんですね。うん、そうで初任地みたいな感じなんですね。そうだね、だからその方の影響っていうか教えを結構もろに、そうですね、影響を受けて受ける人が多いんじゃないかな。うん、って感じ。この世界もそうなんですね。そう、そうそうそう。意外と我々3人ともちゃんと師匠が、うん、師匠がおりまして、これはまあとりあえずそこにいますけど、うん、今日直前までゲームやってた師匠いますけど、あ、神ゲーだからね。もう困った師匠だよ本当に。師匠かどうかわかんないけど、それまでゲームやってた事実ですね。うん、そうとかね、そうあったんですよ。まあで、そんでまあなんか私はパンティ&ストッキングっていうなんかまあ結構特殊なアニメなんだけど、で原画デビューして師匠さんの元でまあまあしごかれつつ優しくされつつコミカルなね作品のアメコミ風っていうんですかね。うんうん、カートゥーンか、カートゥーンっぽい感じの、そう、いきなり結構特殊なことやったけど、うんうんうん、でもね、もう念願の原画だったからね、もう死ぬほど楽しかったですけどね、うん、あれ楽しいよね、見てても。そう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 、楽しかった。ただまあなんかなんだろう、強気すぎてもうなんかアクションシーンやらせろみたいなこと言うようなやつだったからなるほど、いいですね。アクションシーンをすしおさんの半分を分けてもらい見事撃沈するって今考えたらすしおさんの半、すしおさんが担当するようなパートの半分を分けてもらうって、確かにもう 自殺行為でもやっぱその気持ちってやっぱり若い気持ちというか、やったれで精神いい、前に前に感がすごかった、うん、で、まあ、絵のような感じになり、なるほどね、ズーンみたいな感じ。こんな感じね。そう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 。私はできなかった、みたいな。できなかった、ズーン。まあ、できなかった。できてるとは思うけどね。そう。まあ、で、なんか、少林寺の、まあ、なんか、師匠にバーンって殴られて、は起き上がりを繰り返し、って感じで。まあ、なんか、ほんとひたすら絵描いてた。なんか、今、表示してるのとかって、デジタルイラストなんだけど、なんかデジタルイラスト自体はやっぱり昔からちょっと いじれてて、うん、うん、でも本当にこんなようなこんなようなこんなような簡単なのしか描けないぐらい、やっぱアニメってすごく時間を使うっていうか忙しくって、うん、そうだから、そうそうそう、原画の合間に合間にちょっとピクシブとか見ながらも、うんと、デジタルイラストをちょっと描いてたって感じかな。そう。そうだね。まあだから並行してやってました。原画の仕事と、まあちょっと、なんだろうな。ちょっと、まだ諦めきれない。その時は全然アニメのことに精一杯だったから、うん、なんか、イラストレーターになるってこと全く考えてなかったけど、うん、うん、なんか、まあ、勘だけは養っていたと。う、ね、うん、あ、これ懐かしいね。そう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 、これは見覚えがすごく、ね、うん、僕も知ってます、ね、そうだね、なんかこういう絵とか描いてなんかやってた、うん、だから、うーん、そうだな、原画はやっぱ大変は大変なんで、なんか息抜きにこういうイラストを描いてちょっとピクシブに投稿してたみたいな感じかな。うん、うん、そう、これとかこれとかもそうだね、ちょっと読み込みがなんだかんだであれだよね、うん、建築家を出たことの成果が常に出てる気がするんだよね、うん、僕。そうだね、やっぱりねパースは好きみたい。あと構造とかね、うん、そう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 、好きみたいなんでね、やっぱりね、書いてはいますね。やっぱり建築物とかはすごい好きなんですか、米山さんは。うん、めちゃめちゃ好きです。なんか、その、建築家の時に習った影響もあり、なんか、すごく、あの、外国の建築家さんとか、すごい好きで。うん、うん、まあ、でも廃墟が好きだね。うん、
まあ、なんと言っても廃墟いいよね私ら中二病なんかあの世代の人って廃墟に対する憧れめっちゃあるよね。やったらあるよね。そうっていうのがありましてね。そうだいぶこういうのばっか書いてましたね。わかりやすいところで言うとね。でも、さっき言ってたように原画の仕事はずっと並行しつつやってたんですよ。原画をしつつ、イラストレーションも個人制作をしていた。これ、そうだね。おいくつぐらいでしたっけ？これはね、20から21とかかな。21ぐらい。いやいやいや。難しいな。まあね、もうこの時うますぎとかね、もうそういうの全部打ち砕かれて悟りみたいな状態になっちゃう。だって周りがすごすぎるんだもん。うん、そう。で、今表示した絵がね、出せんくて、ですね、ちょっと見たことある方も多いかなと思うんですけど、フェンスの絵が出せなくて、ね、ちょっと申し訳ない。ピクシブに。ピクシブで調べれば出てくるやつね。ちょっとフェンスの絵で見てくれ。フェンスの絵、米山フェンスの絵。その時に描いた絵がそれなんだけど、まあ後に結構こう天気になった絵なんだけどね。あ、俺出しますよ。あ、出せますか？お願いします。ね、申し訳がない。ちょっとね。すいませんね、今日はちょっと。めちゃめちゃで申し訳ない。お待ちくださいね。はい、お願いします。寝てましたか？あんま寝れてないです、この時は。とね、これをフェンスの絵を今出すのでお待ちください。じゃあちょっとアニメーター時代の落書きでも見てもらって。絵がちっちゃいもんね、なんかね。なんか結構、こうグレーは今のところ描いてる絵が多いかな。そうですね、私ね、実はグレーでずっと絵を描きたくて。そうなんですね。写真家が結構好きで、あとは黒沢さんの絵が好きで、写真大好きですもんね、さんね。そうなんよね、カメラが好き。あ、フェンス出しました。ありがとう。これですね。お、ありがとう。そう、これね、これはどういう なんだろう、どういうつもりで描いたかっていうと、なんか認められたいって気持ちで描いたいで、もうなんかまあ鼻も折られてる状態で、そうで、なんかまあそうで、先輩たちも強いしみたいな、気持ちが出まくってるこれ、ね、そうこの目のね、このそうだね、なんか普通になんだろうな、ピクシブとかでなんかランキングを取ろうとかそういうことは特に取れるとも思ってなかったけど、割となんか、なんだろう、いいって言ってくれる人が多くて、これなんか嬉しいと思いつつもアニメーターやってたみたいな感じですね。もうね、負けん気がすごいですよね。私、カメラやってるんで、みたいな感じがすごいするんで、この、なんか今の、遠近法わかるんで、みたいな。今の米さんの作風になった初めての絵ですよね、これ多分。そうそうそう、これが後に結構こう支えみたいになる絵なんだけど、でもやっぱ心の中でイラストレーターやりたかったのかなって思いますね、今見ると。っていう感じの絵を描きつつ、まあアニメーター時の落書きまあまああるんですけど、もう潜在オーラ量がすごいですよ、潜在オーラ量、潜在オーラ量、まだ初とかが使えないみたいな感じも確かに。なんかね、不思議なことに、まあ、さっきエッジの話したけど、なんかね、色も塗れるアニメーターさんがガイナックスって多かったんですよ。確かに、絵として絵を仕上げれる方っていうのが、結構アニメーターの中ではその時私は珍しいなと思ってるんですけど、なんか絵を仕上げれる人がめちゃめちゃ多かったから、なんか自分もなんかできるぞみたいなことが言いたくて、結構感じですね。そこ特殊ですよね。なんかやっぱ少林寺なんで、やっぱ素手での戦いが、そう、すべての戦いに素手で強いってことが、まあ誇りみたいな世界観の中で、まあ飛び道具使っても強いですよみたいなのが多いのがやっぱり。トリガーなりガニャックスの
実際やっぱりこうなんか風の噂とかで、ミシャ知らないとかダメだよねとか、あとはマイク・ミニョーラとかやっぱいいよねみたいな話とかをなんかこう小耳に挟みつつ、なんか私もみたいな感じのムーブはありました。そうね。まあそんな感じよね。ここら辺はアニメーター時代の落書き？なんかでももう今っぽいっちゃ今っぽいかもしれないけどね。やっぱりこの頃からすごい、やっぱり僕もアニメーターの友達すごく多かったんで、ただアニメーターになるとやっぱりアニメーターの絵になっていって、僕はいら、あの、僕から見ると逆に、ちょっと土壌が変わったって感じがするんですけど、米山さんやっぱり依然として、そのイラストレーターとしても強いっていうのがあって、あったんですかね。でも結その時構はもうそね、の反応とか分かんなかったから。同世代で、やっぱりイラストが描けるアニメーターっていうのってやっぱり今でこそすごく多くなったじゃないですか、若い子。でも当時はやっぱりすごく多かったわけじゃないから、そこがもうずっといつそのこっちの世界に来るんだろうっていうのは思ってましたよ。本当ですか？周りとも話マしジってすたか？し、あらあらあら。そうなんですか。意外で いすや、そんなね。話を。しめじくんとね、ペンペギンハイウェインギンのか。創作官の、長井くんってこういうやつがいるんですけど、なんか、そいつがまあ一番仲いいアニメーターで、ずっと二人で、もう米さんが、みたいな、ずっと言ってた。ってないな。そうね、なんかね、まあでも、本当に、なんか今話してるだけで震えるぐらい威張れないんだけど、マジで。本当にもう周りが強すぎて。だから逆に私は、多分、M 気がすごいんだと思う。なんかなるほど。わざと、情報いっちゃって 大丈夫です。米山なんさか、ん、わざと自分がなんか弱い場所に行って、なんか 何だろう。打たれてから、そう。で、挑戦しに行くみたいな。みたいなところがあって。だまあ、から、ほんとそうそのだよな。時、そう、なんかホームページとかやってた、太郎通さんとか、りょうちもさんとか、もうなんか比にならないぐらいうまくって。米さんなんかマジでヒロイン気質だからな。ヒロいやもうほんとね、イン気質。何や、マデジザインとかしてで。さ、デザインとか僕がシュシュってやるとさ、めちゃめちゃダメージ食らってくるんだよね。で、なんかさ、誰にでもやってんじゃないですか。やってるけど、でもさ、誰にでもやってこんだけさ、絵上手くてさ、なんかさ、まあ、もう面白い。別確にかできなくてもいいじゃんと思うけど、に。でもやっぱりね、それ練習して、結局強くなっちゃうからね、もう確かすごいよに。ね。最終、泣くと強くなるみたいなね、あるまあ、アホだよね。よね。本当にヒロイン。で、この絵好きですそう。あ、本当にありがとうございます。これは版権というか、一応。で、アニメーターにも、まあね、原画になっても、まあ、そんなに稼げないわけですよ。やっぱり原画も歩合制で、カット単位で1カットいくらみたいな感じの世界なんですよ。カットっていうのは、ですね、まあ、場面が切り替わったらカットって思ってもらっていいです。A さんがと B さんが喋ってて、A さんの顔になったら1カット、B さんの顔になったら2カット。2人が写ってるカットなら3カット目。みたいな感じのなんだけど、それが、まあ、やった数、カットの担当した数だけ歩合制。みたいな感じだから、まあまあまあ、それなりに、やっぱり1カット書くのって、もう1日2日とか、普通にかかっちゃうわけですよ、最初は。だから、まあ、稼げなくて。で、その時に、かなりご褒美だったのが、版権って言われるものなんですよ。半径ね。版権、そう。よく、版権でよく分かりやすいのは、今だとネットが多いけど、アニメージュとか、ニュータイプとかの見開きの絵 とかを原画マンに振ってくれるんですよね。ちょっと描いてみない？みたいな感じで会社に言われるんだけど。まあ、ちょっと版権なんであんまり貼れないんですけど。なんか半径でね、Google で検索すると出てくるかもね。そうだね。アニメの版権。よくみんなが見るグッズの絵とか。そういう感じ。ああいうのが、普通の原画よりも単価がなかなかよろしくて。それで結構ご褒美で食いつないでたみたいな感じ。なるほどね。で、版権
本は私そうやればやるほどやっぱなんかねイラストとしてなんかこう仕上げたいなって気持ちがすっごく強くなってて、うんうん、確かに、うん、あれはもう完全にイラストだもんね。そうなんよね、うん、なんかねそのまあ楽しいっていうか思い通りになるんですよね、うん、そうだってそのアニメとかで培った知識とかまあデッサン力はまあまだまだなんだけどデッサン力とかをなんかその絵でフルに使えるから、うんうん、そうですよね、良いなみたいな楽しいな半券みたいな感じだったんですよ、ね、なかなかやっぱりこうアニメーションのことを学んでるイラストレーターってもそんなにそう多くはない、うん、感じがしますしね、うん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 、そうなんよね。そうあもうこの頃になるとかなり今に近い、うんよね、まあそうですね、うんうん、まあこの頃ぐらいが、ちょうど作画監督みたいなのにやってみないかって言われて、うん、最初はグロスでソードアートオンラインとか、まあ、ブラックロックシューターが初作家なんだけど、うん、なんかそういうのやらせてもらって、まあ、キルラキルとかやらせてもらって説明すると作画監督っていうのはごめんね説明ばっかりいや知りたいと思いますそうだよね、うん、まあ原画さんっていうのはさっき動きを描く人のことを言った指したじゃないですか。で1話につきカットがいっぱいある中で原画さんを何十人とかまあ何人とかで分けて描くんですよね。アニメ1話につきでそうすると原画っていろんな人が描くからまあ顔とかそうだな一応キャラ表っていうねキャラのこういう頭身ですよとかこういうキャラでこういう髪型ですよとか指定は見つつもみんなバラバラの絵柄になるわけですよ。ちょっと目が大きいとか、うん、そうそうそう離れてる近づいてるとか、ちょっとこう、うん、このキャラにちょっと見えづらいなって時とか、うん、っていうのを統一する人がもちろんね存在するわけなんですよ。っていうのが作画監督、絵の監督ですよね。そう絵の監督、監督ってぐらいなんでその全部見ます。全部見なきゃいけないのが作画監督。その原画は自分のカットだけ見てればよかったけど作画監督は基本全部です、うん、基本全部見て問題がなければまあうまいさーって通すんだけどなんかこうそうだな例えばこの背景に必要な部分が入ってないとかだと背景ですら全部書き直します。書き直したり修正したりとかしますね。だから別にキャラの顔だけではないです、うん、あとは動きもですね、うん、そのこのキャラの動き例えば髪がゆっくりなびくのに髪がゆっくりなびいてないなこの原画ってなったら全部直しますね、うん、まあ作画監督さんがいいとまあ画面がよく単純によくなるっていうそうです、すごく重要な、うん、っていうのが、うん、っていうのが今思うと私が好きだったキャラクターデザイナーさんとか作画監督さんの絵なんですよ、うん、要はそのとっても絵が、うん、なんでしょうね、うまく直せないとなれない仕事なんですよ、当然。うん、まあそうですよね、うん。うまくっていうよりは、そうですね、うん、整合性とか、なんでしょうね、まあなんか、その、全部直せる速さとか、うん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 、まとめれる力とかっていうもの、あとは、その、合わせれる力とか。うん、例えば作画監督さんって必ずしもキャラクターデザインではないので例えば、まあ、パローさんがキャラクターデザイナーさんだったとしたらパローさんの絵に憑依してパローさんの絵っぽく要はなんか真似できないといけないわけですよ、うん、でそれを、そう、それをそのいろんな原画さんが描くイラストじゃない原画をなんかこうパローさんの絵に直さなきゃいけないって感じなのでめちゃめちゃ絵のコントロール力みたいなのがなんか求められる、うん、かなりすごい仕事で、まあ、うん、かなりなんかこうそうですねプレッシャーとかもそうだし自分の絵が最後、うん、みんなそれに合わせることになるのなんか僕からの、うんまあ、キャラクターデザイナーのあれからすると、うん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 、アニメってやっぱりみんなが描ける絵にしないといけないんですよね。そうなんです、そうなんです。で、なおかつ、例えばまあ僕がキャラクターデザインだったら、うん、僕の絵にも見えなきゃいけない。で、その両方をやった上で、うんうんうん、そのみんなの絵を、うん、
一つの絵に見えるようにまとめるってことなんで、うん、すごくいろんな人のいろんな要素を全部、うん、まあ、できないといけないですよね。そうなんです、そうなんです、うん、すごい、そう、高度だから、そう、なんかちょっと雑に言うと何でも書けないといけない。あ、まあそうだね、そう、雑だけどね、ちょっとね、うん、そう、だからなんかそういうところが求められるって分かっててやってるもんだから、まだ書けないうちとかも書けなきゃいけないっていう、うん、なんかこうプレッシャーでいろいろやってましたね、うん、うん、まあでもなんか結構慣れてきたあたりでキルラキルとかの作家とかになんか呼んでもらって、うん、なんかそこでまた、うん、そうだよね、だからファミさんがさ、うん、絵を描き始めてそうキルラキルに最高って思ったぐらい、その時が23、4ぐらいなの、うんうん、私は、うん、俺やっと、うん、そうね、イラストレーターになって、はいはい、ちゃんと暮らせるようになった頃で、うん、ファミ君は絵を描き始めるまだ前この頃ファミはこの頃ファミっぽうファミはって大学に進学しってみたいな感じで、自転車投稿会の先輩と喧嘩してましたそう考えるとすごいね、歴史ありだけど、ファミ君のもすごいし、ヨネさんもすごいんだけどそうよね、うん、ありました、ありました、そう、そんな感じで、ちょっとアニメの修正系は版権が怪しいんでお見せできないかもしれない、まあ、検索すると米山さんの素晴らしいワークスが、うん、どういうものがレイアウトでとか、うん、どういうものが修正でっていうのはちょっと見てもらったらわかります。へえ、うん、そういうことがあったんですね。そういうことがありました。だからこの間もなんか私自分の絵を数えたらまあ少ないっちゃ少ないんだけど、アニメの絵で言ったらこの間もめちゃくちゃ枚数を描いてるわけですよ、うん、うん、枚数だね、だから、まあ、やっぱ描くよね、そうそうそう、えげつねえげつないですね、もう、うん、アニメーターはもう他の職業、まあプロだったらみんなとんでもない数描いてると思うんだけど、アニメーターはちょっとまた異次元で桁が一つ丸が違うから、うん、そうですね、うん、とにかく全部描くので、背景とか例えば、アニメの動きってその何枚で成立させるみたいなのがあるんだけど、例えば、うん、正面向いて右向いたら2枚で済むけど、その後歩いたりとかいろいろしたら計20枚とかになるわけなんですけど、なんかそれを全部、まあなんか直さなきゃいけなかった直さなきゃいけないんで、結局20枚書いてるみたいな、うん、でそれを300カットとか書いてるんで、まあなんか普通にその速さとかもないと終わらないわけですよね、うん、アニメって、うんうん、だからそんなようなことをねずっとしてました。コメントで5万枚って書いてるけど、でも米さんが言ったか、5万枚書けはマジで全然先輩は言ってると思う、全然冗談ではないアニメーターは、まあ、必要だったから書いたっていう感じだけどね、うん、アニメーターはちょっと、うん、マジで本気の5万枚だから本気の5万枚、うん、そうなんですよね、うん、っていう感じのことをねしておりましたよ、うんうん、そう、ちょっと今絵が流れてないからね、あ、今タイトルに戻してますよ、 ありがとう、うん、そう、でまあね、作家とかいろいろやってたんですけど、うん、まあなんかキルラキルとかキズナイーバーのこととかはなんか他の番組とかでも言ってたりするから、うん、ちょっと割愛すると長くなっちゃうんだよね、うん、めちゃめちゃ時間も時間だし、そんなそんな米山さんがそんな、ね、なぜいろいろ、ね、ついにそうイラストレーターになぜか、まあ、なっちゃい、どうしてだい、どうしてだい、気になりますね、なぜ作家ね、作家になり、かなり、うん、そうね、そうね、まあ、言うてね、アニメーターのキャリアとしては順調ですよね、若いうちに、まあそうだね、実際私いろんな人の絵を真似てなんかこう越に浸るみたいな、うん、ことをするのが、ま、要は真似っこみたいな、うん、カービィみたいなことがすごい好きだったから、作画監督結構こう向いてるなって思ってたんですよ、うん、なんか真似もできるし、なんか結構絵の盛り方、イラストから来てるこの、うん、なんかこう絵の派手にし方とかも結構こう
なんだろう、いい感じにできてるなって思ってたんですよ、うんうん、なんか先輩からもいいじゃんとか言われてたりしたんだけど、うん、まあなんかね、まあイラストになったのはいろんな要因があるんだけど、まず第一に、うん、体がきつい。まあそりゃそうだな。物理的に、物理的にね。まあそりゃそうだわ。もうなんだろう、本当になんかあんまり言うの恥ずかしいんだけど、トイレで寝るとか、うん、まあ寝る場所ないもんね。もうプライベートな空間がないもんね。トイレで寝る。家に帰ってお風呂入って着替えてる時間がもったいなくて、うん、トイレで寝るのまたおかしい気もしますけどね。でもそう、そうなるよね。悪いのがいけないんだけど、早く終わらないっていう。まあね、でもかなり、ね、ギリギリまでいい家にしたいんよ、うん、いい家にしたいから粘っちゃって、うん、いやもう俺の周りのアニメーターみんな、ね、それ同じこと言ってるから多分そうなんだなって。みんな体をそう、ね、犠牲にしてクオリティを担保させるという、うん、なんかやばい、やばいっていうか、そうだな、私にとってはちょっとあまりよろしくない、そのなんかあのスパイラルみたいになっちゃってたんですよ、当時は、うんうん、だからそうですね、まあうん、文字通り命を削ってクオリティを上げすぎて命が削れ、うん、削れてきたってことだよね。削れちゃってね。削れちゃってねっておかしい、うん、そうだから、そうですね、それがまあ一個の要因もあって、であとそのやっぱりたくさん絵を描いてアニメやってる中で、そうだな、なんか自分の、うん、アニメ化ってやっぱりこうアニメを作るのはもちろん楽しかったんだけど、いろんな人が関わって一個の形になるのがすごくいいことなんだけど、うん、逆にそれがなんかこうどこで自分のなんか手が入って良くなったかって見えにくいなって思ったんです、うんうん、だからなんか最後まで自分の責任、自分のなんかなんだろう、自分のなんかこう 100% の力を最後までなんか出し切ったなんか作品をなんかちょっと描きたいなって思ったら、なんかイラストだったのね。なんかもちろんアニメもなんか寝ないで描けるものなんだけど、なんかもう一個なんか夢中になって描けるのってなんかイラストだったんですよね。そうだからなんか、なんかアニメ続けようかな、どうしようかなみたいな感じの瀬戸際だったんですよ、ね。キズナイバーの。なるほど。終わる直前ぐらいって、うん。だからまあ、そういうのもあり、そう。まあ、あとはなんかちょっと、なんだろう、身内がなくなっちゃったりとか、いろいろ天気がめちゃめちゃあったんですよね。なるほど。そう。で、人生をなんかそう、ちょっと考え直すみたいな。誰でもあるじゃん、そういう時期って。そうだね。うん。だからなんか、考え直して、なんか本当にやりたいこととか、アニメももちろんやりたいことなんだけど、なんかちょっとやってみっかみたいな思う時が、なんかちょうどその時だったんですよね。で、なんかその、なんか絆やってるちょうどいいタイミングの時に、うん、なんか小山茂人さんっていうデザイナーさん、うん、あ、戻しますね。まあ、皆さんご存知。うん、プロメアとかね、キャラクターデザイナーとかの誘いで、なんか、レーシングミックっていう仕事のイラストの仕事やってみないかって言われたんですよね。今ちょっと画像を表示してるけど、うん、これは記憶にそんなに古くない。うん、うん、そうだね、もう新しいですよ、うん、これは2016年なんでね。4年前ですね、うん、そう、これがね、イラストレーターとしての、うん、一応、うん、そうなんかあれだよね、この辺、うん、イラストレーターで来たって感じが したけど、うん、なんかもうすでにイラスト描くんだろうなってなんとなく思っていて、うん、なんか、イラストの仕事してるって全然思わなかった俺。何ですか。なんかもうすでにイラストレーターもしてる、あらあらあら、なんかどっかでしてるんだろうなってなんか思っちゃってて、うん、本当ですか。あらあら、お恥ずかしい。そう、そんな感じはね、ね、しますよね。でも意外とこれが
イラストの、うん、なんていうの。そうなんです、そうなんです。なんかちゃんとその、うん、自分の名義を使って絵を、うん、あ、ごめんなさい、描かせてもらうっていうのが、うん、これが最初だったかな。うんうん、申し訳ない、ちょっと、うん、あの画像の順番前後しちゃうけど、うん、これで、ね、なんかこう、そう、これもかなりなんか大きいきっかけになったんですよ。うん、うんうん、すごい良かったですね。で、なんかその、そう、で、これをちゃんとやって、お金もいただいてっていうのが、うんうん、なんかそのイラストレターとして、結構こう、なんだろう、ちゃんと、なんかやった、やり始めたなって頃だったですね。わわわ、通知音が。そう。うん、だからこれを機に、ちょっとアニメの仕事とかも、なんかちょっとだけ減らしていって、相変わらずやってはいましたけどね。うん。うん、うん。減らしていって、で、イラストをなんかこう、ついに増やしていこうみたいな感じ。黒船上陸と、少林寺から。少林寺から銀幕スターの世界へジェットリーのごとくこっちの神域、こっちの神域、そうそう、神域がやってきた女、うん、まあでも最初ってなんかさ、みんなはどうだったか、まあパローさんとかお話してたけどさ、イラストの仕事ってどうやってもらうかわかんないし、うん、なんかその自分をどうやってアピールさすのとかもわかんないから、なんかそうですね、最初はなんかそのメイキング雑誌とかに声かけてもらって載って、あとはピクシブとかツイッターでなんかイラストを載っけてなんか見てもらうっていうのが先決だなって思って、うん、なんかその投稿を始め出したみたいな感じかな、うん、これとかも比較的新しいんだけど、イラストレーターとしてはなんか古いって感じ。ああ、それはそうかもね。これ3年ぐらい前だよね、うん、多分。うん、そう。この、これで、なんか、ものすごくイラストレーターっぽい絵を描くようになったなってめっちゃ思いました。そうだね、なんかだいぶこう、ちょっとシフトし、意識してシフトしだした。いや、これ、かなりびっくりしたのが、なんかやっぱり、アニメーター出身のイラストレーターさんって、その線の強さだったりとか、その構図とか色の強さで、うん、まあ、アニメ的な絵面の強さで戦う人が多いじゃないですか。うんうんうん、なんか米さんってやっぱり、まあ、カメラ的処理とかもそうなんですけど、うん、めっちゃディティールを、なんだろう、質量を上げてくるなっていうので、はいはい、これはやべえぞっていう風に、うん、これをやった人ってやっぱ米さんが走りなんじゃないかって感じがしますね。うん、そうなのかね、うん、なんかやっぱそうだな、絵自体は本当になんかアニメまで本当に好きで見てたっていう感じなので、うん、なんかいろんなものは見てたっていう、もはや意識は、うん、コンサタだよね、ここまで来るとなんかそのアニメの絵で質量があるって考えると、そうだね、コンサタさんみたいな、なんかこう謎のギルティが発生してしまってこう物はちゃんと書かなきゃとか、うんうん、何を書かないと説得力がないみたいなのが、うん、もうすごく自分のなんかこうなんだろうな、なんか正義みたいになってて、うんうんうん、すごく時間かけて書いてますよね、多分これ。そうですね、うんうん、そう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 、だからそのノウハウみたいなのをやっぱり捨てきれず、うん、いやでも5万枚書いてた人が1枚にこんだけ書き始めるって脅威ですよね。ツイッターで僕もなんかいろいろ見てたわけですけど、いきなりなんか出てきたなと思いました。うん、なんかあら、うん、そうですか。ね、なんだこいつ、あ、なんだこいつみたいな。いや、いいですね。なんだこいつみたいな風になってましたね。うん、そうね。そう。で、なんかやっぱりこう、うん、そしたら絵描き、イラストレーターなら、同人誌コミティアに出ようみたいな感じで始まったのが2018年ぐらい、うんうん、もう2018年なんだ、はや、なんかそうですね、最近だね、それが2018年、めっちゃ最近よ、うん、だからマジかすげえ最近になってきた、うん、なんかそうだから私ってそのアニメーターをやってた何年間っていうのは、その他のイラストレーターさんに、同世代のイラストレーターさんに比べて、表現力っていうのを養ってこなかったんですよ。うん、まあ表現力って
ていうか、なんでしょうね、個性ですかね。うん、で、私そのこの頃ってもう自分に個性がないってずっと思い込んでて、思い込んでてっていうか、うん、なんだろう、実際そんなに磨いてこなかったなって思ってて。うん、まあでもね、うん、まあ少林寺でね、あの、うん、鍛えて、うん、揉まれてたわけですからね。銀幕スターになったら急に、うん。ね、花開いたってことですよね。もともとは持ってたことかもしれないけど、まあ、こっちの世界で花開いたっていうのがすげえわかりやすいですよね、うん、映画。うん、そうだね。なんか結果的にそうなった。うん、だから、その、やってきた、なんか学んできたことっていうか、経験してきたことを生かしてって、うん、この結局こういう画風になったっていうのがあって、うん、なんかこう、うにゃうにゃ悩みつつも、うんうん、やっぱりなんか、なんだろう。この自分の持ってきたもので構成してたらこうなったっていうのがこの感じなんですよ。うん、要は持てる知識をフルに使った。これってすごくわかりやすいのね。例えばさ、うんうん、小学生の頃、小学生とか幼稚園の頃帰った天使の女の子みたいので、うん、で高校の頃学んだ建築物と、そう。で、そうそうそう、アニメーターの動きと、うんうん、あのイラストレーターを目指した、まあ、感性とか技術っていう、うん、全部人生載ってますよね。うん、ありがとう、コラさん。そう、それが言いたかった、うん。その、そうだね。なんかその、そうしてやろうとか、そう見せてやろうっていう、その気概は別になかったんだけど、うん、なんか、その、個性を磨いてきてない分、これしかないだろうって。それすげえわかる。なんかみんなさ、うん、なんかこう、うん、自分のさ、作風が完成するときってさ、うん、もうどうしてもこれしか、できないみたいなになりますよね。そうなんです、そうなんです、うん。なんかできるものしかできないから、できるものを掛け合わせて頑張ろうっていう時に、そう、自分のファミ君のあれもそうだしね。ファミさんもね、結局そうなんですよ。なんかこう自分を磨いていったり持ってったりして、まああとはなんか転がっていったりして自分の形がこう見えてくるっていうか。うん。うんっていう感じ。どっちかと私はこう持っていった感じかな。自分の持ってたなんか荷物とか材料とかを、うんうん、もう持てるだけ全部、うん、でもやっぱも箱の中に投入してってみたいな。そんだけ質量を持ってるから最終的になんか乗るところがあったら花開く、うんうん、なんかよく思うんですけど、うん、なんかこう若い時にさものすごいだと思ってた人とかがさ、例えばさ、うん、5、6年とかさ潜ってたりとか名前聞かなくなったりとかあるじゃん。うん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 、でもさ絶対そういうやつってさあの、うん、7年8年10年とか経ったらさ絶対復活してさめっちゃ完成したの出てくるじゃん。だからもうみんなそうじゃん。うん、うんうん、だからやっぱりなんかこうちゃんと積み重ねて放出するって強いんですよ。そうそうそう、うん、そうなんですよね。なんかそれに気づいたのが割とやっと最近で、うんうん、なんか一生懸命、そのなんか割といつだって一生懸命やってきたので、うんうん、一生懸命書いたら、あ、なんかそういうところがいいねってやっぱ言ってくれるんですよね。うんうん、なんかやっぱりこの絵、うん、この絵さ、ヨネさんに似てるよね。ヨネさん似てるなってやっぱ思うんだよね。ヨネさん似てるね、これ。絵に似るよね。顔がヨネさん似てるんだよ。似てるかね。似てる。ヨネさんの小学中学生ぐらいの強気じゃないんで、ヨネさんこんなじゃん。やめてください、やめてください。もっと柔和です。柔和です、私。うん、まあでも、わからんでもないです、パロさん言ってることは。まあ、負けん気が強いよね。でもやっぱ出るよね、あの、うん、まあ、そうだね。うん。うん、そう。で、割と転機になったなっていうのが、まあ、もう一個の転機っていうか、その、うん、さっきまでは結構こう、うだうだ、なんだろうな、持てるもの、なんか、投げてみて、うん、こうじゃない、ああじゃない、みたいなやってたんだけど、なんか割と、その、この絵を描いたの転機になって、っていうのも、なんかさっきフェンスの絵があったじゃん、うんうん、あれって、なんかすごく、その、単純な感情の絵で、憧れてだったんだけど、うんうん、これは、なんか、ちょうどトリプル S に入る前ぐらいかな、入った時ぐらいに描いた絵なんだけど、なんかね、まあ、パローさんとか、まあ、セブンゼルさんとか、ブンブンさんとか、タイキさんとか、うん、もうね、なんか、つわものとかが、
集まってきた。まあここでやってきたやつらしかいないよね、あそこ。もうね、そう、なんかね、もう負けたくないみたいな気持ちがもう。さもの揃いで。うん。ね。みたいな。ね、ファローさん。ん気持ちが。いや、だから、ヨネさんが火力で勝負するんだったら、俺絶対、あの、ヨネさんが一生かけないデザイン書いてあるっていう、あの、半径3メートル、これ、つうかこれが限界みたいな感じで、あの、ハンターハンター的に言うと。絶対防壁みたいな作ってさ。信長の縁ね、よく言うと。信長の縁みたいな。縁いや、もうだってさ、もう、ウボウギンみたいの来るじゃん、もう。やめてよ、ウボウギン。まあ、そうですね、原料だし。私はマッチがいいって言ってるじゃん。マッチで死ぬじゃん。原料やめて、マッチと死ぬがいいって言ってる。あれでもマッチもね、筋力高いでしたけど、そうね、確か。はい。そう、まあ、すぐ怒るしね。そう。でもみんなそんな気持ちだったよね、あの時って。そう。で、私はなんかこう、これをかけた時に、なんかまあいいとか言ってもらったりして、なんか私、その、なんだろうな、簡単なというかこう、なんか内面から出るものをなんか起こすと、なんかすごく形になりやすいなって、なんか分かった絵なんですよ。なんかその、要は感情ですね。あんまり自分で言うの恥ずかしい。湧き上がる。そう、感情をなんかその絵に落とし込むのはもしかしたらなんかあんまりやってる人いないかもって思ったんですよね。まあいるんですけど、なんかこうそれに説得力を持たすことが今の自分ならできるかもって思ったんですよ、ね。でついに冷静と情熱の絵が完成したと。まあね。まあね。だからこういう絵すっごい描くの早いの、ね。なんか、うん、結構思ったのが、あのトリプルエース入った時に米さん最初の頃はやっぱりちょっと絵が硬かったと思うんだよね、うん、そうね、そうね、力入ってて、うん、そう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 、でまあみんなそうだと思うんだけど、うん、でなんかなんかこうしばあれもあれでさ、なんか全員がその、うん、いろいろまあみんないろいろできるじゃん、何でも描けるやつらばっかじゃん、そうですね、でその中でさあの、うん、やっぱその中でも自分が強いぞっていうには、うん、もうやっぱり自分のできることをやるしかなくて、そうなの、自分の持ってるものをなんかフルに出すしか、うん、あんまりこう思いつかなかったんですよね、うん、あそこはそういう意味ではすごくいいよね、うん、そう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 、できることしかできないって最終的にこういうね、あのパローさんみたいな人もいるし、もうねパローさんなんかすごいんだからね、あの初対面であなたはどうしたいんですかって言ってきて、俺よく聞く、あなたは何がしたい人なんですかっていう、この人いきなりやばいみたいな、で米さんってこれこれこうじゃないですか、こうしない方がいいと思うって言ってきて、うわーみたいな、マジでみたいな、だってさ、だってさ、めちゃめちゃうまいんだからさ、それ書きゃいいじゃんと思うだね、そうびっくりして、でもなんか、うん、なんだろうな、それで湧き上がるものってやっぱりなんか、そんなことないしとか、じゃあ見せてやるよとかにちゃんと変われたんですよね、自分は、うん、そうだからすごい感謝してますよ実は。そうやっぱ強いやつは強いところをね、なんか武器持ってるのに振らないっていうのはすごい、うん、あの、うん、僕結構なんかその、うん、なんか強いやつが弱くなればいいのにとか、まあ、思う人は思うかもしれないですけど、なんか別に強いやつは強いんだから、自分強いって分かってる分かってる見りゃ分かるじゃないですか、もうね、そうそう、だから最強の状態でずっといやいいのにって思いますけど、ね、しかもねファローさんはファミさんとか先週の話だけどファミさんとかに対してもライバルを作る気持ちで教え込んでまあね、そうだからめちゃめちゃ親切なんですよね、あの私 なんだろう、最初失礼なのかって思ってたけどこれ親切だったんだよ、まあ、聞こえよう親切なだけですかね、それまあどうなんでしょう、ね、まあ、いやめんどくさいのみたいな感じだった、だってさ、だって周りくどく言った方がさなんかさ響かないじゃん、そうね、そうね、あの、まあまあ、そう、でもその通りだった、本当に。うん。そう。正直なだけです。強いぜ。
まあそんなこんなでね、今に結構もう近いんでね、うん、こんなこんなで今に至るみたいな感じなんだけど、今ももうちょっとあるけどね、ちょっと流しながらアニメーターを目指して、で、うん、アニメーターをまたとイラストレーター目指して、で今はそのイラストレーターやそのデザイナーがいる中に、うん、そうね、そう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 、なんかツッコミ癖が、ツッコんで撃沈する癖がうん、まあ、楽しいよね、なんか、まあね、あの本当に楽しいですね。なんかもちろんね、アニメとかもでね、去年までも続けてたし、今もちょこちょこ手伝わせてもらったりしてるから、そのアニメに対して後ろ向きな姿勢でなんかやめたっていうか、イラストに移ったわけじゃない、うん、なかったのがすごくよくって、うん、なんか前向きにこれがやりたいですって言ってなんか出れたから、目標があったってことですもんね。そう、なんかすごくなんて言うんだろうか、なんだろう、結構こう後ろをめたくないというか、まあなんかなんだろう、あいつ中途半端なまま辞めてったって思われてるかもしれないけど、なんかすごくなんだろうな、なんか全部のことをなんかいろんな方面になんか生かせていきたいなって気はしてるんですよね。うん、でもなんかやりたいことがあるんだったらそれは必然だと思いますけどね。うん、うん、そうだと思います。ね、うん、そう、実際このイラストで使ってる、まあなんだろう、色とかライティングとか、まあカメラの知識とかっていうのは、うん、なんかそのアニメの方に逆輸入してたりもしますし、イメージボード書いたりとか、うんうんうん、しますし、なんかこう相互作用していってるんですよね、私の中では。なるほどね。うん、もういろんなところにこう作用して、たどり着いてきましたね。うん、まあ、そうですね。これからももっといろんな変わりようがあると思いますけど、変化を楽しんでいきたいです。ね、うん、そうそうそう、これが終わりじゃないから、だからいきなり私が抽象的な絵描き出すかもしれないしね。そうね。うん、丸とか三角になるかもしれない。みんな抽象化されすぎてるな、それ。なんか変わらずに変わるっていうのが一番いいよね。そう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 。うん、そうなんですよね。なんか根本的には変わってないけど、うん、なんか表現は結構いろいろ。そう、うん。でもやっぱりいつだって強いと思われたいです、どこだって。皆さん強いっす。負けん気がやばいですね。強い。負けん気も強いっす。うん、いや俺また異次元攻撃して勝つから。あーやめてください、今度は壺作り始めて私を攻撃し始めたんでねそれは違うだろ、それどうでもいいよ。すごいだって実際パローさんの壺すごいんだ。悔しい。壺はいいでしょ。もう米さんの話をねちょっと聞きましょう。まあまあまあそうですね。でもまあおおむねこんな感じで、うん、あの形成されました、ね、ちゃん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 だという、こうしてまた一人のスーパーサイジンが生まれ、神の神域にたどり着いた、うん、神ではないけどな、やっぱりなんかその全然知らない分野の人から見ると、まあ要はポロさんがよく言う初心者狩りですね。なんかそのアニメーターさんって絵がうまいなとか、私らアニメーターさんから見ると、うん、イラストレーターさんってなんか個性があってすごいとか、デザインができてすごいとかあるんですけど、うん、だから案外こうなんかビクビクしてイラストやってたけど、なんか受け入れてもらえるもんだなと思って、うん、なんか、うん、自分しかできないことを、うん、そのまあ珍しさって大事だよね。そのあそうかもしれない、ね、イラストの世界ではあの例えばカメラの知識とかさ、うんうん、あの、うんうん、正確なパースであったりとかアニメ的な見せ方ってさ、うんうん、まあちょっと知られてない技じゃん。そうですね、そうですね、うん、結構みんな、うんまあ、ファミ君の模型の知識とかもそうだし、僕のキャラクターデザインとかもイラストの世界ではちょっとまた違うところから来てるから、うん、なんかそういう、うんなんか回り道ってよくやっぱり今だとさ、うん、若い子ってさ、うんうんうん、そのすぐ結果を出さなきゃって言って、うん、やっぱ思いやすいじゃん、
どうしても、うん、まあなんか前回さ、ファミ君の話で早く上手くなるっていうのがすごく重要みたいになったけど、うん、実はそうじゃない、うん、そうなんですよね。米さんでもね、18から26ぐらいまで、7ぐらいまでずっとアニメで潜って、うん、溜めて一気に放出したらいきなり、ね、うん、人の10年分ぐらい輝けてるわけだから。そうですけど、だから私で結構こう、なんだろう、イラストレーターは何年目とかなのに、なんかその若くて、なんか新進気鋭の方とかいっぱいいるんで、はいはいはい、その方たちよりは年齢がちょっと高いんですよ。うんうん、だから、なんか、なんだろう、すごく、なんか、ま、恥ずかしいみたいなのあるんだけど、なんかその分人生経験でカバーみたいな、うん、あとはまあ持ってるものでカバーできればバカは重要だよね、うん、思ってますね。だからその自分の内面とか、うん、そうですね、経験とかってすごく私は別に切り売りしてるわけじゃないんですけど、なんかすごく基準にしてます。うん。確かにね。そう。だから、なんか、よくこう、心に来ますとか言っていただけるのはすごくありがたくて、うん、なんか、そうですね、何気に波乱万丈だったので、うん、なんか、そういう経験とかも詰め込んでるつもりですね。うん、でもその一番あっちゃいけないのは自分の中では嘘をつかないことにはしてます。うん、うん、なんでなんかそのなんだろうな、大泣きしてる絵とか、うんうん、めっちゃなんだろう、口開けてすごく、まああの半券とか別ですよ、うん、あのなんか笑ってる絵を描かないかっていうと自分がそうしてないからなんですよ、うん、うん、なんかその本当に悲しい時って多分そういう顔してないし、うん、うん、もっと表情なかったりするんですよね、自分の中では。だからなんかそのなんかそういうなんかこうだろみたいななんか自分の中では嘘つかないことにして書いてるから、うん、なんかこう見てる人にも刺さりやすいのかもなぁとは思ってます、ね、うん、それまあリアリティだよね、それも、うん、感情のリアリティだから、うんうん、もちろんもう、うん、めちゃめちゃ嬉しい時は多分めっちゃ書くと思いますけどね、うんうん、それもやっぱり全部自分と向き合ってきた量だから、うん、そうですね、なんか絵は結構それ大事だよね、うん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 、なんかどういう、ね、どういう思いをしてきたかとか、うん、全部結構無駄じゃないから、うん、そうですね、うん、うん、そうそう、全部血肉になるって考えると結構絵はいいかもね、うん、それなんか報われるかもしれない、うん、ある意味ではそうそうそう、何らか、うん、なんかうまく伝えれなかった自分とか話を聞いてもらえなかった自分とか、うん、全部絵でその表現できるんで、なんか幸せだなと思います。うん、なるほど。うん、そう。そうで、ね、とまあ、とまあ、こんな感じになりますね。この、なんかめっちゃね、うん、また素敵な話がな。そうですね。大丈夫ですか、毎回毎回。こんなんで、ごめんね、めっちゃ緊張して、なんかね、めっちゃ興奮して喋ってしまった。いやいや、いい、あれです。めちゃめちゃいい。話でした。画像はバグるわ、うん、ちょっとそれくらいだったと思うんですけど申し訳、うん、申し訳、なんか結構いろいろ集大成としてね、うん、僕と神くんと米さん集大成として、うん、なんかそのそう、ね、一番ちゃんと、うん、まあ、自分に正直とか、うん、ずっとちゃんといいもの作るために努力するとか、うん、なんかすごい真っ当なのが詰まってたし、うん、ああありがとう、うん、そうですね、なんかこうよかったです、刻まれじゃないですか、みんなに背中見せられたと思いますよ、はい、あ、ありがとうございます、うん、いや本当にマジでこんななんか偉そうに喋ってますけどマジでまだまだなんで、っていうかこんな先輩に聞かれたら私殺されてしまうよまあそれはそれでそういう勝負がね生まれるだけなんで、うん、まあでもそうだね、まあそう先輩たちでは私はこういうことをしてますって胸張って言えるようなものは作りたいと思ってます、うんうん、
その通りだな。そうね。なんか質問コーナーとか行きます？そうだね。そうしましょう。あ、質問コーナー受けつつ、私のセーラームーン編成でも見てもらおうか。じゃあ質問コーナー。質問とかもしあったら、そうね。そろそろ締めに行きますか。今日はね、バンされないね。そうだね。結構動かしたあれが多かったから。うん、あ、よかったよかった。もう画像がありすぎてバンされると思ってた。ありがとうありがとう。今日はパローさんがスイッチングしてくれてます。うん、いいサム構成でしたね。確かに。ファミクのラップもあったしね。ハローファミ。そうだよ。あれすごいよ。もうみんなの心に。勝利。僕はアニメーターをね、アニメーターはどんな世界かっていうのをなんか説明するときに、知らな、全く知らない人には少林寺っていうふうに言っちゃう。お、質問ね、いっぱい来てますよ。なんとですか？作家さんって1話分トータルで何枚書いていて、納期まで期間どのくらいですか？いや、まあ、マジで物によりますね、これは。なるほど。物によります。ですね、3ヶ月ある話数もあれば。あれはみたいな。あんまり言いたくないですが、1週間以内ってのもあります。違うか。はい、次。1週間以内でアニメできるのって思うでしょ、みんな。寺山さん、アニメーターになった頃に、模写以外でよくやっていた練習法などありますか？おしゃれな。なんて？おしゃれな。いや、じゃない、アニメーター。アニメーターになった頃に模写以外でよくやってた。模写以外の練習を、ですね、私、こいつあれなんだけど、練習がものすごく嫌いで、だからポートフォリオもめちゃめちゃ少ないんですけど。わかる、それは。俺も嫌い。練習法でもよく見て書くじゃない、普通に。当たり前のように。でもその通り、その通り、今それ言おうとした。先輩によく言われてたのが、なんで見ないのって言われたんですよ。手あるじゃん、なんで見ないのって言われました。なんでほうきの絵がまたがってる絵なのに、ほうきにまたがって見ないのって言われました。これです。めんどくさがらずに普通にやればいい。そう、うん、なんかお寿司とか書くときにさ、なんでググってお寿司見ないのって言われて、でもそうだよな、確かにって思って、調べ癖はめちゃくちゃつきました。そうだから、結構必須道具だなって思ってるのが、今だとそうですね、スマホ、鏡、用意してください。これです。スマホと鏡あれば OK。撮ると早いよね。そう、スマホ今画質めちゃめちゃいいんで、撮るとか、あとはもう調べ物もできるじゃないですか、スマホって。最高の資料が、ね、手に入るわけ。構図ソフトとかもスマホに入れるしね。なんかこれって当たり前のように聞こえることだけど、なんかその、なんだろう、見なかった結果と見た結果って全然違うんですよね、絵の説得力。わかるな。なあって感じかな。俺もリアルなものを描くときは絶対撮るわ。なんか、ね、トリプSもブンブンさんにポーズしてもらって、撮って、ね、やってくれるっていう。ブンブンさんによくポーズやってくれる。ブンブンさん、ね、スタイルがいいから。ブンさん、手前に出してって。あ、なんか、ブンさんね、筋肉。わからないものをわからないものにし、もなんだろう、ままにしておかないみたいなのって結構大事ですよね。そう思います。ちゃんとこう反復練習でこう、少しずつこう前に進んでいくっていうのがいいかもしれないな、俺は。そうですね。感じかな。米山さんにとっての師匠ってやっぱり寿司夫さんなんですか？でも寿司夫さんが直属の師匠ですけど、私からしたらもう全員師匠です。いろんな人の背中をずっともう、なんだろう、直接私もなんかその、なんだ、話のついでに聞いたりとかもするんですけど、なんか小心者なんで、もうね、なんか夜中、その先輩アニメーターさんたちが帰った後に、ちょっと机の近く行って、なんか見に行ったりとか、なんかゴミ箱に捨てられてる落書きとか見に行ったりとかして、おーみたいな、見て、友達となんか共有したりとかして、あ、同期とね。だからその、で、やっぱ先々で演出さんとかもそうなんですけど、こういう演技プランの時はこう書いた方がいいよとか、なんかこう、こういう時はこうした方がいいとか、もう全部その背中見て育ってるから、もう全員師匠みたいな感じです。それはでも一番話してるのは、まあ、寿司夫さんかな。
なるほどね、技術もそうだけどね、スシローさんはもうとにかく精神論にめちゃめちゃ影響を受けて、もうなんか米さんの話で聞くスシローさんもうすごいいい人で、はい、もう俺絵もめっちゃ好きだし、うん、なんかいい師匠だなと思う。すごくいい方ですよ、うん、もうね、なんかその自分の若い頃の失敗談とかを夜中に話に来てそれめっちゃ心強いね、それそう、自分がなんか貧乏だった頃の話とか、めちゃめちゃいい人ですよ。なんか絵と同じような人だ、うん、いいね。そうでも、その自分のその通す力、うん、これをなんかこう最後まで突き通さないといいものはできないっていう精神だとかはめちゃくちゃすごく影響を受けてます。うんうん、なんか そんな人がね、あの、うん、米さんにこう自分のシーンをちょっと分けてくれるとかってすごいやる気出るよね。本当そう、うん。ありがたいよね。ね。うん。で、かくゆすしおさんもその今石さんだったり先輩方にその信念とか、まあ吉成さんとかね、信念とかをなんかこう、うん、なんだろうもらってきて下になんか受け渡してくれてるんで、バトンみたいな感じ。熱いな。熱いんですよ。熱い。アニメは。イラストレーターさんってスニーカー好きが多いですが、なんでですかっていう。ああ、それはでもまあ最近のことなのかな、わかんないんだけど。でもさ、イラストレーターさん、僕ね、みんな好きじゃない。僕スニーカー自体がトレンドじゃない？てかね、思うのが、多分家にいて飾れるファッションアイテムって靴ぐらいしかなくねって思うんだよ。だってさ、外にさ結局行かないから飾る。うん、だからあの、外に行かないね。だから靴として買ってるんじゃなくておもちゃとして買ってると思う。俺は少なくともそうだよ。あ、でもね、その節はある、うん、もしかしたら今靴好きの方うんうんって言ってるかもしれない、一例としてね。そう、俺もなんか飾れてるもんね。もうパーサーに連れてかれましたもん。まあその話飾りがちに、うん、そうね、うん、絵の勉強って独学では難しいでしょうか。この中で独学じゃない、ほぼみんな独学だよね、うん、そうですね。私なんか全部挫折ですかね。美術部中学校の時にない、高校の時に美術高校ない、あの大学、美大にも入りたかったが金がない、うん、まあ、俺も全部ダメですからね。ほぼ独学で、プロになるまではほぼ独学じゃないかな。そうですね、独学、インターネット、うん、特にファミ、その手の話は、うん、あのファミックさんの回を見ていただけると分かるので。そうですよ。あ、でもね、良かったやつがね、ポーズマニアックスとかもそうだけど、うん、ファミさんの、まあ、ルーミス先生もそうだけど、ルーミスさんはみんな買った方がいいですね、あれは。そう、あとパースって本があって、うん、パースびっくりマークって本があって、あれいいね、あれね、うん、あれはすごく初心者向きでいいですよ、うん。で、あとはね、人を描くのって楽しいねっていうサイトが今もあるんですけど、うん、あれはすごくなんか、うん、そうですね、なんでしょうね、なんかその、要は、ものの構造を四角に置き換えて、こうなってますって全部解説してくれるサイト。パース感はすごく身につくよね。うん、そう、これってすごく後で大事になってくるんですよ。うん、みんなすごく難しいものを描いてると思うんですよ、人間って。曲線ばっかりで指もいっぱいあってっていうものを、なんか、よう、みんな、なんかその、なんだ、構造を理解しないで描けるなって思ってて、だから、なんかその、簡単な形から描くってどういうことか、みたいなものを解説してくれてます。いいよね。単純化してね。構造理解はすごく基本だと思います。うん、確かに。パースに載せるって考えるとね、うん、これが大事だから、ね、それと、うん、まあ、あの、なんかルミスさんの見て、ちゃんと、うん、なんか、自分でポーズ取って、わからないときは、うん、あの、うん、ちゃんとあの観察するってなれば、大体、でも、そうそう、大事、というか、みんな結構通過しますよね。うん、大まかには書ける、うんうん。でも、ここで大事なのは、正しいものを書くんじゃなくて、自分が認識できてればいいです、この形って。ね、別に絵だから、うん、そう、絵だからね、そう見えればいいわけなんで。そう、自分がなんかこのぐらいが正しい、なんか自分にとっての、そう、頭の形だとか、ね、あばらの形だって、ほとんどの認識してればいい。絵描きの絵はもう 99.9% 絵描きの絵はほぼ全て全部間違ってるんで、うん、いいんですよ。でもその間違いが個性なんだよね。個性っていうか
解釈です。その自分がものをどう理解してどう見えてるかっていうのをなんか出すのが表現だと思うんで、そうですね、間違ってていいんです、うん、ただ、うん、ちゃんと私からじゃない、俺はこういう風に間違うぜって言えないとか、そうです、うん、そうですね、俺はこう見えるんだよって、うん、本当は本当にっていうのが良ければいいんですよね、うん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 、そうですね、そう思います。うん、嘘を書くには本当を知らないといけないからね。うん、まあ、そうそうそう。あ、これ今まで参考になった本とか知りたいですっていうのが、まあ、それの、そういうのに質問として、うん。手を痛めたりして書けなくなったことってありますかって。手を痛めて書けなくなった。俺一回もないかも。俺もない。俺、ワコムの動画。腱鞘炎のことだよね。ワコムの動画で、腱鞘炎になりそうとか、持ち方すごいって。うん持ち方似てて、私とパロさんの持ち方の特殊作用、そうめちゃくちゃ、だって薬指にペン乗っけてておかしいんだけどめっちゃ特殊なね。この持ち方ってさ、結構腱鞘炎耐性めっちゃ高いよね、うん、そうだよね、そう多分だけど、うん、握り込まないからと思う、込めないんだよね、うん、そうかも、疲れない持ち方だと思いますよ、うん、俺はそういう風に持ってないですけど、うん、まあでもそれでもあったね、ちょっとこう手プチ腱鞘炎になったり、うん、胃腸炎にすごくなりましたね。胃腸炎違うやつだろ、それ。使うことなんで、うん。胃腸炎にもなるわ。胃腸炎になるでしょ。で、尿路結石。まあ、尿路結石はいいや、ちょっと。俺もなってますから。ってあとは、そうだね、うん。膀胱炎になりましたね。あれは、ね、うん死ぬ時に、うん、思い出すであろう絵。死ぬ時に、私ですか？そう。なんだ、死ぬときにこの、すごいな、すごい、すごい。死なのかな、死んでるときみたいな感じ、なんか。絵なのかな、でももしかしたら、描きたい絵かも。うん、これ描きたかったな、みたいなね。そう、描きたい絵かもしれない。なんか死ぬときにさ、真理に目覚めてさ、宇宙がこうみたいなさ、もしさ、そういう、うん、あれやったらさ、これ作品にしたいと思っちゃうかもしれないよね。思います、思います。だから私の頭の中にあるのは描きたい絵かもしれない。うんうん。それはいい話ですね。わ、うん、ーい。歯の手塚さんもね、そういう、うん、もっと描きたかったって言って死んだらしい、ね。あ、そうなんだ。あの人は本当に最後まで、うん、なんか描き続けたいんだな、うん。なんかでも手塚さんも負けん気強そう。いや、そうでしょう。もう世界一の負けん気強いさんの。そうだね。あとは？いや、服のデザインとかどうやってどこから参考にしてますかってあるけど。服ですか？うん、服さ、めっちゃちゃんと買うし、見るよね。いつも。あ、私、買いますね。結構、買うし、見るし。いつも服の話してるもんね。うん、服の話しかしてない。うん、そう。パローさんとはね、服の話で話が合うよね。でもなんか、好きですね、実際。うん、やっぱり、たくさん、こう、見るのが、うん、実際のものを見るのが、買わなくていいんで、見るって結構大事だと思います。うん。うん、そう思います。あとね、うん、その最近書き分けたいなと思って、素材とかね。うん、素材も実際見ると、うん、例えばだけど、よくやっぱり思うのが、うん、とてつもなく高い服ってあるじゃないですか。ありますね。なんかさ、例えば30万の50万なのってあるじゃないですか。うん、あれをさ、まあ、うん、なんか画面で見るとなんで服が50万するんやと思うんだけど、実際見て触りに行くと分かるんですよ、これ高いわって、うん、絶対もう素材とか縫い目とか全部が、うん、もうこれ高いわっていう、そうですよ、そのでそれを覚えておくとやっぱりその差というか、うんうん、なんか覚えておくと結構自分の中に蓄積されるような気がします、うん、そうですね、うん、なんかその、あ、でもパローさんの覚えるっていう話で思い出したけど、すごく覚えるっていうことって大事ですね。これからなんか配信とかでお絵かきしながらね、うん、やってたりとかもしたいとうちら思ってるんだけど、ね、なんかこの、それで言おうかなって思ってたことなんだけど、覚えて書くっていうのってすごく大事なんですよ。大事だね。うん。なんでかっていうと、思い出して書いてるときが一番物の形をなんか、かけるときなんですよ、ね、めっちゃわかる。しかも自分の中に一回貯めて変、うん、自分っていうフィルターを通して出たものだから、うん、まず自分がしっかり覚えるっていうのがないと自分からものが出てこないですよ、ね、そうだから例えば1分間人の
形を見つめて、でもうあとは見ないってなって書いてみるとかやってみるといいかも、うん、練習法で言うと、うん、いやあんまり言ってないけどさ、うん、でもあの覚えるのはすごく大事です、うん、なんか何でもそうだよね、本当にたくさんのもの 見ないと、うん、そんなんよ、身から出てこないから、インプットは常にいろんなところでたくさんします、うん、うんうん、あれじゃんね、バトル系のアニメでもあるじゃないですか、うん、なんか、うん、お前はなかなかさ、だから経験が足りないみたいな。あ、そう。戦場戦で爆発が足りないって言われるんじゃないですか、よく。そうそうそう。だからファミ、ね、俺ファミ君は、ファミ君は絵うまいし、あの、すごいセンスもいいんだけど、うん、あの、物を知らないから、物を知らない煽りをしまくって、ファミ君に。決定的にね。そう。お前これ知らないのかみたいな。ずっとやってる。ね。そう。たくさん見ることはね、うん、大事なんですよ。うん。そう。ちょっとじゃさっきの一角の URL 貼っとこうか。あ、ありがとう。あとで、なんか5割のタグとかに、あの、あ、そっちにします？うん、それがいいと思います。わかりました。うん。放送終了後に、あの、参考になる本とか、5割のタグで。確かに、それいいかもね。なので、ツイッター見ていただけると。うん。うん、あと、まだまだ、そうですね。やってますからね。最近の体調どうですか？だってよ。元気で、体調、元気、元気、元気です。ね、元気にやらせていただいてます。もうね、うん、ありがたいことにステイホームなんでね、もういかんなく引きこもり、楽しく家で引きこもって、うんうん、3D アニメってどう思いますか？ 3D アニメは 3D アニメでやっぱすごいよね、めっちゃ好きだよ、可能性がめちゃめちゃあるから、うん、もうすごい、めっちゃ好き、そういろんな分野に食い込むってさっき言ってたけどさ、うん、もう取り入れるものが多すぎる、取り入れられる、うん、別に 2D アニメと競合するんじゃなくて、うん、2D のアニメーターが 3D で活躍することとかめっちゃあるから、うん、全然正直分け、何でもメディアって分ける必要ないと思ってるから、ね、手法って、うん、何もかも同じや、そう、逆になんかうちらどうやったら混ぜれるかってずっと考えてますもん ね、トリプルスで音楽も音楽も洋服も小説も何もかも演技も全部同じ、現実も混ぜれると思うよ、そうそうそう、うん、そうなんですよね。あ、じゃあパローさん、ちょっとじゃあ、あの背景に戻してもらって。はい、わかりました。はい、ありがとう。締めのね。そろそろ、締めに行きますか、うん。そうだね。結構長く話しちゃったからね。うん、いや、でもね、時間に。いや、もう話しちゃったんで、増量版ということで。はい。まあ、ね、絵はね、絵自体はまだまだ少ないから、増やしていきたいと思ってます。頑張りますので、ね、応援よろしく。たくさんお願いします、やっていきたいですね我々みんな、やっていきたい、やっていきたい、まだまだね、これ以上俺たちはいろいろできるようになっていくはずなんで、うん、絵もそうだし、うん、こんなもんじゃねえぞと、うん、なんかめちゃ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 面白がられたいし面白がりたいですね、うん、うん、てなわけで皆さんご視聴ありがとうございました、うん、ありがとうございました、うん、ちょっと今回は絵を見せるだけでなんか描いたりとかできなかったけど、なんか来週とかあれよね、来週っつうか、あ、ごめんなさい、来週隔週ってわけじゃないんで、なんかなんだろう、貯めてなんか企画とかを考えて、ね、うん、うん、なんだろうな、まあ月1回とか2回とかやっていければいいなと思うんだけど、僕は絵ばっか見せちゃったから、うん、実際描いてみたり、まあ、さっきのさ、うん、アニメ用語なんなのみたいなのも詳しく、ね、なんか知りたい人があったらやるし、なんか、うん、何々の形が描けないみたいなのとかやっててもいいだろうし、なんかそういうのやっていこうかなって、はい、そう、教えてもらおうかな、ね、なんか企画としてはいろいろあって、例えば、ね、僕の概念の話とか米山さんの絵の描き方の話とか、そう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 、ね、いろんな、例えば、ね、音楽家呼んだり声優呼んだり、うん、いろんな人の、ね、ハミさんがね、バイクの話したりね、そうそうそう、アフロさん呼びましょう、デザイナーさん呼んだり、いろんな、うん、いろんなことをしていきたいんで、そうだね、なんか要は何でも残りの5割があるよって、そうそう、じゃなくそう、うん、全部いろんなものですよ、今回その、ね、絵描きの話でなっちゃってますけど、うん、いろんなところにやっぱ作な創作してる人っていっぱいいるわけですから、そうなんだよ、物を作ったりとか、うん、うん、そのね、何かの助けになってる人とか、うん、なんか全部何かで作られてるから、それを紐解くのはめちゃめちゃ面白いよね、うんうん、
てなわけで、これからもいろいろやっていくんで、思うので応援よろしくお願いします。あと、あれ、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録、高評価、いろんなこと連打してくれ。はい、お願いします。次回はね、なんかメイキング実況とかやってみたいねっていう、そうね、うん、ちょっと楽しそうだね。パローさんのなんか謎の実況武士ができるんですか。いや、もうね、完璧ですよ。もうパローさん実況面白いかな。あ、これはってずっと言ってるから。これはしか言わないしな。お、これは。他人これはしか言わないから、なんか本当に実況うまいんかって。いや、実況の内容がおもろいから。ね、あの、あ、ね、お野球業界の古舘一郎と呼ばれてるんで。うん、初めて聞きましたけど。ちょっと印象的になっちゃいましたけど。まあ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 。じゃあ締めましょう。締めましょう。はい、そろそろじゃあ終わりにします。見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ございます。はい。それでは皆さん、またね、はい。バイバイ。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。